行きましょう、はい、重たい週明けの空気をサッカーでちょっと明るく噛んでもいきます。皆さんご紹介ください。週明けイレブン、イエイ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 、ちょっと斜めということでですね、今日からこのカメラアングルでやってまいりたいと思います。トレントユーノでございます。出ますか出ますか、私たちのお名前、はい、ありがとうございます。私松村松田と大手の参謀長です。はい、さあそしてスタッフ一同、今日もね我々メディア宣言しましたので。でもね、世界で一番広いカテゴリーを扱うサッカー情報番組として、今日もやっていきましょうということで、32回目、サボ長、はい、早速お召し物の方お願いします。イングランド、アストンビラ。発音めっちゃええやん。イングランド。ビラってアシックスやったんですね。これ東京ドームの試合で来てた、昔、東京ドームで読売ヴェルディと、はい、アストンビラが試合した時のユニらしいです。ただ、ただ思いっきりドイツ語でミューラーって書いてますよね。全然イングランド感ない。8640円で販売しておりますからね。さあ今日もにぎにぎしくね、通常のレギュラー番組週明けにいるんですよ、はい、先週1週間は本当に全社のダイジェスト特番を毎日やりましたというね、クタクタでしたね。もうね、いやもう最後の決勝前日の2人の放送は何なんですか、オットナレオのお疲れ放送会。ちょっと面白かったけど、フレッシュでも、はい、YouTube でも特番のアーカイブ全部見れるんですけど、はい、連続して見ると分かりやすいのはだんだん僕の顔が疲れてって。そりゃそうだよ、人体実験のように。分かりますよ、初日と明らかに顔色が違うっていう。どんだけ声張らんねんっていう2人のしゃべりがね。でもね、やりきってね、やりきってすごく充実した、はい、取材や番組ができたと思うし、うん、松田さんもね2日間みっちりやってね、楽しかったですよ、ね、いやそして、はい、今日もう皆さんに先に、はい、もうちょっとネタ明かしを、はいはい、ネタバラシします、はいはい、今日、ね、種明かしとネタバラシが一緒になったところを、ま、今スタッフが ねちょいちょい笑ってますけど、いや今日、生電話で、なんとあの地域チャンピオンズリーグに出るあのチームの、まあ、あの方が生登場、生登場ということですね。我々メディア選挙しておりますので、その辺どうぞよろしくお願いしますということで、先にもうやっちゃいます。先にチャラッとやっちゃうやつがいつもありますよね。チャラッとそれ J リーグです。はい、じゃあレギュラー行きましょう。レギュラーコーナーから、はい、一番愛してるものをチャラッとやろう。チャラッ、はい、2週間ぶりですから、はい、J リーグどうなったんでしょうか。ですね、なんとフロンターレがね、首位キープずっとし続けておりまして、うんうんうん、もうこのままいくとおそらくという秒読み段階にあと4試合か3試合よね。あと4試合です、うん、あと4試合か、まあ、まあもうほぼほぼなんですが、もう 何を置いてもルヴァンカップです、うん、あ、はいはい、先週末ありました、一昨日や、はい、うん、先週末じゃない、週末ね、週末、まあ、正確に言うと先週末だから。いやもういいね。ね、湘南ベルマーレの強さ、そして、横浜 F ・マリノスのたどたどしさ、うん、いやもうね、普通の実力を発揮してたらマリノスだったんですけども、うん、ベルマーレ、いや本当に試合巧者、素晴らしい。うん、そうですか。ね、フジテレビ系列でやってました、はい、録画してる友人がいらっしゃると思います、90分見逃した方、ぜひ借りてください。ダビングで、うんうん、ダビング10でいけると思うんで。まあ、見てくださいと、枕まあ見てくださいとしてるから、ね、正直ね、ルヴァンカップの決勝は、まあ、昨日の晩、あれがありました、クラシコがありました、うんうん、バルセロナ対レアルマドリード、うんうん、まあなかなか大味な試合ですよ、うんうん、それよりも、まあ、もちろんその質とかサッカーの追い求める質とかの話を置いといて、うん、試合すべてにおけるエンターテインメントで全然引きを取ってなかった、うん、ルヴァン通算して面白かった。なるほど。という、はい、巻きます。おめでとうございます。おめでとうございます。ナビスコカップを含めて、はい、初優勝ですよね。天皇杯以来のタイトルですね。カップ戦は天皇杯を取って以来かな。94年以来。ありがとうございます。いやもう本当、最高。さっきちょっと触れたかったのは、はい、J1 のリーグ戦3位にコンサドーレがいるっていうところがすげえな。そうですね。すごいね。ACL いけるぞっていうね、はい。それだけ一言触れて J2 いきましょう。はい。ダゾンマネーゲットしてください。はい。J2、トリニータがですね、なんと、踊りデータですね。あ、これはあれですね、はい、ポイントマッチでしたよ。直接対決でしょ、ね、いやー、ま、松本山形やったんでしょ。いや違った。あ、そう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 、あ、そう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 、昨日ね、いや
これはねちょっとね僕、来週いや今週末か実は山賀に行くんですけども、はい、ちょっとあの幸先の良くない、うんうんうん、まあでもまだ2位ですしね6ポイントマッチはやりましたがまだ分からない諦めずにね、うん、ちなみに町田は試合数はまだあ追いついてます1試合少ないですね1試合少ないですね、うん、ここがねいやちょっとねまあまあまあ、藤田さんも見に来ると思うんでね、うん、頑張ってくださいサイバーエージェントが待ってます。で最下位がロアッソで、はい、ロアッソです。昨日なんかニュースが出てたのはかな、もうほぼほぼ、うん、ほぼほぼなのねこれね、最下位じゃない可能性はあってももう絶対降格するという、ね、でもまだ下から2番目にはなれるってことでしょ、はい、で、なんかあと J3 のその2チームがどこが来るかによってはそうです ねなんか怒号が飛び交うっていう、ニュースだったけど、はい、そんなに怒号は飛んでなかったよっていうツイッターとかも散見したんで、まあ、ロアッソの皆さん、もう一回ちょっとこのねあのネットの風評被害を、巻き返すような、応援をなるほど、ねはいはい、よろしくお願いしますというこんな感じでした、はい、J2 でさあ J3 J3 いやもう琉球超強いもうね安泰ですよね。いやアウェーで長野パルセロに引き分けるってまあまあですからね。そうですね、うんはい、確かに強いよ。琉球は確実じゃないですか、ね、勝ち点12でしょ12でしょ、うんうん、まあもうほぼ間違いなしと。でこから3位のザスパにひっくり返されるするとは、うん、このねこの今シーズンの ね安定した強さはね。でまたねこの10月21日のギラバンツ北九州対 FC 東京アンダー23という、ボトム6ポイントマッチがあったんですよ、うん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 、で 0-0 で引き分けるという、うんうん、ギラバンツちょっとこれはもう厳しいところに来てるなという、うんうん、まあ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 、ね、でも別に降格するわけじゃないんで、はい、J3 は、ね、いやもちろんもちろん、はい、そしてあとアスルクラロ沼津ね沼津もまだ2位の可能性が、はい、2位はありますね、うんはいアスルクラロチャンス。これ2位になれば、はい、さっきの J2 の下から2番目は残留できるっていうレギュレーションですということでね。そうなんです。さあでは J32 週間ぶりですけど、ちょっとまとめて2週分バババッと試合結果だけ見ました。さあ次、はい、ニュース5本。J ヘッドライン。はい、J リーグヘッドライン。どうぞ。ニュース5本ピックアップしました。1本目、サンフレッチェ広島、森崎浩和幸選手が引退を発表。ユース時代含め22年間在籍。そして2つ目、ルヴァンカップドラゴンは止まらなかった。3つ目、沼津、今季最多動員。理由は主歌集これ気になりますね。4つ目、鹿島アウェーでの激戦を 3-3 で収めて、11月3日11、2連戦の ACL 決勝へと、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。これね、ちょっと今日取り上げれないので先に言うときます。もうさすがもうケンさんがね、もう小躍りしてることでしょう。今週末だ、はい、アウェーからかな、確かホームから、ホーム鹿島スタジアム、おこの間前車の決勝をやった。おお、本当だ前車の決勝からの ACL の決勝、すげえなー、すごいね。大丈夫、芝生大丈夫前車の特集はでやるんで、はい、さあそして、はい、5つ目、巻いていこう。 AFC アンダー19若き侍たちも躍進ということで、11月1日の準決勝に進出しました。これでワールドカップにね、はい、アンダー20のワールドカップの出場権をゲット。いわゆるワールドユースだ。はい、17年ぶりぐらい、結構久々よね。うそうだね、もう不毛の地と呼ばれていたアンダー19。そうだね、今日2大会連続じゃない。あれ2大会連続、前回韓国出てる、あれ出たらしい。あ、俺全然それ知らん。俺行ったもんだってそれ。あ、そうか失礼しました失礼しました。いやでもね、なんかちょっと正直見たんですけど、はい、こんなに躍動するアンダー19久々に見たと思って、ね、面白い、めっちゃおもろいよね。めっちゃ面白い。バトルシエの高原さんのチーム以来の躍動。エスパオに繋げようとすな前者に出ましたねそういえば我々はメディアです。はい、いったこれどこで、熱のメディア、はい、はい、1本お願いします。さあ2つ目いきます、はい、私も見に行きましたんでね、はい、ルヴァンカップです。ドラゴンは止まらなかったということですね。これね、ちょっと僕の原稿パソコンに入れてたんですけど飛んじゃったので、もう空で行きます。先週末の土曜日に、うん、行いましたルヴァンカップで、はい、ドラゴンを止めるなというですね、企画を J リーグが出しまして、でどういう企画というと、ドラゴン久保が、カメラを、まあ、ずっと1時間半ぐらい回し続けるという、でノンストップです。でもう本当にノーカットです、うん、でそれを
PSCP という PSCPTV っていう、アプリでずっと流しました。今 YouTube にもあります。皆さん、一回チェックしてみてください。そして6万アクセスを、叩き出すという、うんうん、もうね企画としては大成功です、うん、という、もう一個あります写真ですね。こういうふうにもう久保選手がちゃんとビブスをつけてですね、カメラを持って歩いて、サポーターたちを撮ったり、選手を待って撮ったりとかで、森保さんとかもたまに来て挨拶してくれたりみたいな、ことなんですけど、やっぱりまず久保選手だからこそ撮れる絵ばっかり、うん、でもうもっと言うと選手にインタビューしてるんだけど久保さんの声しか入ってないですね、うん、もうそういうなんか雑味のある感じとかも込みでめっちゃ面白かったです。皆さんぜひチェックしてください。で J リーグの、まあ、運営の方でもし見てらっしゃる方がいたら、久保選手をブッキングするのはお金がかかるだのなんだのいろいろあるとは思いますが、OB 選手を使ったこういう企画とかをどんどんやっていった方がいいと思います、うん、やっぱりねこの J リーグのメディアプロモーションの、方よくたまにサッカー一緒にやるんで、存じ上げてるんですけども、今日もずっとそれに映り込んでて声とかずっと入ってるんですけど、まあ、その方がおそらく企画してやったことだと思うんです、企画力さえあれば予算はいりません、うん、久保さんがカメラ回してただけですからねこれ、うんうん、確かにそれで6万アクセスいくっていうのはもうやっぱねこういうことなんだよ J リーグっていう、まさにプロモーションのあるべき姿と僕は思いました、はい、そしてルヴァンカップ最高ということですね、はい、いや以上でございます。はい、ありがとうございました。本当面白かったよルヴァンカップ。はい、ということで我々に変えていただいてズバンズバン変わりました。我々メディアですズバン、はい、いやということで、J リーグここまでとしたいんですけども、もしまだ時間余ってるんだったら俺喋りたいこといっぱいあるんですけどどうしたらいいですか。ないですね。ないです。もう負けですね。はい、次行きます。サールレポート行きます。みんな冷たくないJ リーグ語りたかった。はい、さあ試合結果でございます。 JFL です、今治が、ラインメールに 1-4 でアウェーで勝利し、奈良クラブが引き分け、本田 2週連続分ですね、はい、11節と12節、はい、2週間ばりの放送なんでね、はい、2節で一番直近の話で言えば、ホンダロックがソニー仙台にボコボコにされましたというような話で、コバルトールオナガもやっぱり結局勝てませんでしたということです。ここでストップで、はい、これ12節ですね、これがね、うん、27日と28日で、はい、ホンダが武蔵野シティと多分西ヶ丘で試合をして、うん、2-1 で勝って、はい、まあ、勝ち点積み上げましたっていうのと、もう一個が、セカンドステージは2位だった三尾琵琶湖滋賀が、はい、バンナル八の辺に負けたので、はい、ここでこの28日の試合を持って八戸が勝ったっていう時点で、はい、ホンダ FC がセカンドステージの優勝が決まりました。はい、おめでとうございます。ボンバン、はい、そしてコバルトールまた引き分けとんない、同時にファーストステージも優勝してますからホンダは、はい、つまり両ステージ優勝して完全優勝、完全優勝で、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、 JFL にクライマックスシリーズはございません。でJFL のレギュレーションは2018年がこのファーストステージセカンドステージ2ステージ制を2018年で終了で、うん、はい、2019年からは通年の全30節のリーグ戦になるので、うん、最後優秀の美というかね、こうセカンドステージ制の完全優勝っていうのもホンダが多分2年連続かな、うん、去年もしたから、ね、はい、すごいですね、うん、はい、無敗でしょ、ね、すごいよね。セカンドステージ12勝0敗ですからね、はい、でもね、すごいですよね、伝統でもう勝ってますよ ね。いや、すごいわ、本当にすごいわ。今、セカンドステージの順位表を見てますが、はい、まあ、これはあくまでも目安ですということなので、年間順位見ましょう。はい、全何節終わったのかな、26、7終わってるのかな、26、7。バンラーレが1試合少ない状態で2位ですね。うん、バンラーレだけが少ないんだ。どっか1個、もう1個、どこでやってないのかな。もう一個少ないところあるんですよね、きっと。ちょっとスクロールして、一回下に下げてもらって、もう一回上に戻って。女川、そのどこでやってないですか、うん、ちょっと下がってもらっていいですか、ピピピと。あ、これはじゃあ、あれですか、5色ですか。うん、全部27なんです。それだと、じゃあすみません、もう一回1位からすみません。はい、はい、ちょっとここは後で調べときます。はい、まあ、多分これ、バンラーレ27試合ですよね。うんうん、はい、で、
ここのポイントは、まあ、本田はまあ優勝でいいんですけど、はい、4位以上に今治と八戸がいますから、うん、J3 の参入条件というのは年間4位以上なので、はい、J3 のライセンスを取っている八戸と今治は今挑戦するとこの時点だと参入条件4位以上だってことね、はいはい、そうすると2チーム J3 に昇格すると、うん、今年 JFL は降格がありませんっていう、はいはい、わこの状況説明しておきますね。女川、はい、生き延びるかもしれない。 J3 参入したいクラブは今年はあともう一つ奈良クラブというクラブがあるんですけど、はい、奈良クラブはこの説で、もう4位になれないことが決まったの で、ね、来年も JFL ですっていうことが決まりましたと。つまりもう来シーズンの J3 の参入というのは八戸と今治2つなのか1なのか、うん、ゼロなのかは残りあと3試合、はい、あと 3節だね、うん、まあ、ソニーとか武蔵野とか滋賀もね、はい、競ってますから。そうですね、はい、最終節まで多分もつれるんじゃないですかこれは。いや奈良クラブのドラマはまだ途中ですね。ですね。で下の方を見せてください、うん、つまり今の2チームが J3 に参入するかどうかはこのドラゴンズ15位とコバルトーレ16位というここが関係してますという話ですね、うん。で一応丸安13位勝ち点30、ここが、うん、残留が決定したラインです。おもう15位以下にはならないことが決まったので残り3節なんでね、まだホンダロックがまだ、残留は確定してないです。勝ち点差9で残り3試合ということで、ね、ホンダロック以下が3連敗するとドラゴンズ3連勝で、まあ、ひっくり返ります。ひっくり返るか得失点差とかで変わりそうだけどっていう、まあ今下2つの話はそういうことですという。じゃあもう丸安岡崎はもう残留です。決めました。じゃあもうココちゃんお喜びということ で来シーズンも JFL にココちゃんはいますって。よかった、はい、いわゆる我々はメディアです。その上のテゲバジャロの宮崎、はい、テゲバジャロ宮崎も今シーズン1年目の JFL を、ね、はい、残留しましたし、うん、そうですね、まあ、ビアティも残留と。だから、うん、ビアカツも来シーズンまた JFL にいるねっていう。そうですね。軽く触れて以上 JFL の順位終わり。ビアカツもよかった。はい、はい、以上でございます。未消化の地域リーグは、はい、こちらです。東北リーグの一部リーグがまだ全日程終わってません。はい、ゼブラが秋田に勝ちました。関樹、うん、が負けました。ゼブラやっぱ強いな。ブランデュー弘前は、うん、全試合と、まあ、とっくに日程を終えてて17勝1分けで優勝でね、うん、本日この後ブランデュー弘前の方に生電話つなぎます。東北一部、来ました。東北一部優勝クラブであり、地域チャンピオンズリーグに出場するブランデュー、はいはい、後でですね、もう電話に生ってつけちゃう、はい、でまあ、2位以下はあと富士クラブとか1試合ずつぐらいかな、うん、はい、もう間もなく終わりますね、はい、次東北の2部の北です。はい、2部の北はをなんかまとめて2週間ね、我々週明けイレブン2週ぶりなんでね、ていうか2週間で TDK は12点取ってますね。そうですね、うん、もう固め打ち、すげえな。全員以上回ってるかもしれない。ゴールキーパーも言ってるから。なんかね、野球で立てるとシーズン終盤に打点を取りましたみたいな、ね、最後固め打ちですみたいな、ね、さあどうなんだろう。順位、サルタ工業がまだ優勝が決まっていない、はい、なぜかというと大宮が並んでいます、はい、ここも全て数字が一緒でもう得失点差だけ、ね、まあ得失点差で圧倒的にサルタ工業はリードで、そうですね、はい、ただなんかミスれないっていうこのプレッシャーすごいですね。ちょっと待ってください、3位の秋田大学ってあと何試合あるのこれ。5試合ある。5試合ある。3、5、15足すと40、うん、あ、じゃあまあ優勝できる、ね、そうですね。それはちょっと難しい。ということはもうこの1位と2位のサルタ VS 大宮のマッチですが、いよいよ最終節ですね、これ残り1試合ですね。すごいね、カメラです。出るでしょこれは。さあ2部の南、これは確定ないよ。昨日で全日程終了したんじゃないですか、確か14、18を2週間あって、うん、あのいわき FC が優勝して最終戦も昨日行われてと、はい、はい、いわき FC すげえな。いや固め打ち中の固め打ちですね。全社で何があったんやっていう。さあ覚醒した、順位表見ましょうか。覚醒したね、上から。まあ、いわけはまあ優勝してね、前者に来て、前者を3位で終えて、昨日リーグ戦最終節やって、得失点差127、ついに
120超えてましたね最終戦で。すごいですね。13だっけ、13得点。127か。もうこれモアザンレアルマドリードだからね。得失点差だけで言うと多分。マドリード。これなんかの記録にならないのかな。記録ねありそうですよね。いけるかもね。でのねプラス127ってすごいなっていう。ウルグアイあたりにそれがなければ、ね。いわきはまあ来シーズンのオープン一部に昇格が決まってますということで、まあ下はこんな感じで、もうあの昇降格の。難しい話はずいぶん何週間前の特集でやったんで、まあ、そちらのアーカイブ見てください。さあ、未消化東北サッカーリーグ2部 FC ゴール、ゴール、ノーゴール、もう我々に一生言われるやつですよ、はい、でなぜだ。リーグ優勝が決まってないんですね、はい、中京大学が勝ちで岐阜セカンドが負けたのでひっくり返りこのタイミングで、であ1試合でも少ない FC 岐阜セカンドは現在1位の中京大学は全日程終了ですか。ということは、うわこれ熱いね。FC 岐阜セカンドが、まあ、勝ち点差1位じゃダメなのか、うん、得失点差ダメだから勝たなきゃダメなんだ、ね、ですね。でも中京大のチームの人たちは自分のところの、 あのクラスメートをいっぱい引き連れて FC 岐阜セカンドを合コンに連れて行き、試合前にコンディションを崩させ、うん、そのまま優勝すると。なるほど、まあ、そういう作戦がね大体思いつきますよねという。わかりました。松田さんのそういう話が押す原因なので、マーチの番組、はい、マジでもイメージ膨らましてて、そういう楽しみが大事だから、はい、行きましょう。10節に、うん、10節のカードが1試合10月20日にあって、で昨日 2試合あって、うん、ソーラが引き分けました。まあちょっと順位表見ましょうか。松江シティはまあ優勝してるんで、ブッチなんでね、松江シティ強かったね、はい、いや あれこれ残ってます、どっかで。僕がずっと、まうん、っあの松江が優勝すると言い続けた、初日から言ってましたね。いやもうさすがっすわ。問題はですね、下なんですよ、うん、はい、はい、ちょっとストップ。これなんか全日程が中国リーグが消化してない云々関連問題が1週間前の月曜日にですね、謎のあのありましたね、ホームページに謎の文章が出たんですけど、あのその謎の文章はあの、はい、いらない情報でした、ごめんなさいってちゃんと連盟もね後日謝ってましたけどね。そうなの。そうなの、結局ね。まあそれは触れませんよ。いやまあ今日触れると長くなる、ね、はい、大事です。あのちゃんとね、あの後追いであのその情報を出したことの方が大事ですから。そう、はい、それでね、最下位が決まりましたね、デッツオーラということで、はい、はい、そうですね、これは自動降格じゃないですか、確か、うん、どうですか、松江が昇格しても自動降格でしょ、1チーム、うんうん、ね、ということですね、はい、多分昇降格の時に中国リーグの説明してるんで、デッツオーラいいんだよね、はい、じゃあそういうことで、以上、はい、未消化終わり、うん、さあ、Rニュースいきます、5本、おいニュース5本、お願いします。ズドン。さあ一つ目、ホンダ FC セカンドステージ優勝で2年連続完全優勝、 JFL3 連覇。すげえ文字しか踊ってねえぞこれ。さあ2つ目いきます。11連敗中のコバルトオレオナが引き分けるも15位以下が確定と。そして3つ目、地域チャンピオンズリーグ組み合わせ決定と。いやもうあのね、ビタチャンネルでも生放送してましたが、やりました、中継しました。はい、さあ4つ目いきます。品川 CC、関東社会人サッカー大会でエントリーすると応援グッズセット配布決定。これがめちゃ豪華。はい、5つ目、資金団のサルコス福井新会社に移行でチーム名変更も検討かということでございまして、うん、さあ松田さん、ここでニュースを読む前に、お来ますか、3番目の、はい、地域チャンピオンズリーグ組み合わせ決定のお知らせをちょっとして、え今から生電話を来ました。まだ早まつきますよ皆さん。もうちょいね、じゃあ表だけ見ますか。生で行きましょう。生で行きましょう。生で行きましょうってなんだ。我々はメディアだぞ。表。はい、表みたいです。あの組み合わせの表ね、組み合わせの表を見ましょう。ちょっと待って、1個だけ聞きたい。どうぞ。ティアーもなんで一瞬名前出てたん、あれ。あれもあの間違いですね。誤植です。うわ最悪。本気ただの誤植だった。去年の残ったまま。うわむちゃくちゃやな。もう。じゃあ準備が整ったら。単純に誤植なんでしょう。松田さんがちゃんと理解してるかどうかも含めて視聴者の皆さんと一緒に見ます。はい、お願いします。組み合わせが土曜日に行われました。はい、JFA チャンネル、JFA か、日本サッカー協会の、うん、生中継とかね、関西リーグの生中継とか、はい、ビーターチャンネル、この週明けも生中継したので、はい、もう見た人はもうあれなんですけど、はい、このようになりまして、う
函館、これ、はい、予選リーグってやつです。予選グループリーグね。はい、1次ラウンドが3会場で行われるんですね、まず。そうですね。函館、北海道、岐阜会場、松江どこだったっけ、四国、島根県、中国だ、うん、失礼、またバカメーラス出しちゃいましたね、我々はメディアです、はい、で、松江会場は、はい、あの開催県というか開催地域は中国リーグですから、松江シティ、うん、中国リーグのチャンピオンが入りましたと、はい、で岐阜は、東海リーグのリーグ優勝王者の鈴鹿アンリミテッド、この、ね、赤い枠です、要は、はい、ここが開催、開催地枠、北海道、東海リーグ、はい、中国リーグって赤い枠です、はいはい、で青い枠が、うん、いわゆるその以外の6つのリーグチャンピオンが抽選して、うん、あのグループ C とか、はい、このね一番上に来るか4番目に来るかもくじ引きをしたんですよ。はい、先にまず3つを選んで、そこから例えば松江の3番目とか4番目とかってやってね。うん、はい、見ました。あのそういうやつです、ね。とてもシュールな社会人の皆さんがあの淡々と引くあの感じですね。グリーンの枠がいわゆる全社枠で、うん、この間水曜日まで行われた大会の、はい、ベスト4まで残った、はい、FC カリアと、うん、おこしやす京都 AC が全社枠で来たと、グリーンの枠はそうです。もう一人、そしてアルティスト浅間というのは全社のベスト8で負けたんですが、はい、物議を醸した例の輪番制来ましたね、はい、北信越リーグに、はい、2位に回ってきますというね、あの3枠、うん、全社で3枠埋まったら全社なんですけど、はい、2枠しか埋まらなかったので、うん、最後の1枠、つまり12チーム目がアルティスト浅間になりましたと、うん、浅間さんそはい、浅間さんそじゃないアルティスタです、はい、はい、さあアルティスタがそういう風になりましたと、うん、これで電話つないでいいですか、いきます、こっちでいいよね、そうそうそう、いいですね、じゃあ松田さん、どなたにお電話するんですか、まずは、東北リーグ一部をリーグ優勝しましたブランデュー弘崎さんに今から生電話ご出演いただくので、はい、松田さんこのイヤホンしてください。ああ、どうぞどうぞ。もう鳴らしてますよ。出てください。今呼んでますから。呼んでます。はい。どうぞ出たらお話しくださいね。わかりました。松田さん画像こっちずらしてください。出ませんか？黒部理事長。出ませんね。理事長。あ、出ました。もしもし。どうも、あのビターチャンネルの松村松田と申します。はい、お世話様です。お世話様です。あ、黒部さんの携帯でよろしかったですか？そうです。あ、どうも、今放送中でございまして、あ、放送中なんですね。改めてちょっとご紹介だけさせていただきます。ブランデュー弘前、黒部義文理事長に、今電話をつながせていただいております。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ご出演ありがとうございます。はい、いろいろ聞きたいことが山積みなんですけども、もう、はい、私どもとしてはですね、理事長という冠に、引くほどビビっておりましてですね、はい、今ちょっともう粗相があってはいけないといろいろ粗相は良くないですそうですね、はい、穏便にちょっと、はい、はい、まずはすいません、黒部さん、私大手の参謀長と申します。はい、司会、番組の司会をやっておりまして、はい、まず東北一部リーグの優勝、はい、遅ればせながらおめでとうございます。おめでとうございます。いやー、もう本当結構、まあ、聞きたいこといろいろあったんですけど、はい、僕1個、一番気になってたのが、ウィキペディアで調べた時にブランデューの、はい、名前の由来が、白神山地から来てるっていう。おお、すごいですね。調べてます。はい、ちょっと調べまして、はい、白神山地、はい、僕行ったことはあるんですけど。え、本当ですか？はい、結構旅行家なんで、母親が、よく一緒に、母親が、そうなんです、母親に連れられて、幼き頃に行きましたみたいな感じなんですけど。そうなんですね。世界自然遺産なんですもんね。そうなんですよ。すごいところから名前を取られたなと思って。そうなんですよ、もうね、世界自然遺産ですけども、はい、日本の中の本州で唯一車で行ける世界自然遺産なんですね。すげえ情報きた。すげえ情報きた。本州でね。本州、そうですよね。本州でね。いや、だってほら、みんなね、北海道の知床は車で行けないじゃないですか。はい、そうですね。本州からはね、小笠原も行けないし。それは自慢できますね、もうね。
もう自慢ですよ、本当に、ね、はい、そのブランデューというお名前が由来だった、はい、そうなんです。もう、はい、結構ウィキペディアの情報がどれぐらい正しいのかっていうのが、割とこの放送をやってて調べ物するときに意外と頼るけど、意外とこう本当に合ってるのかなって思いながらいつも出してるので、直接お聞きできて本当にちょっと今ほっとしております。はい、しっかりその辺は、はい、はい、黒部さん今日実はすごくお忙しい中電話出てるんで、どんどんすいません、もうどん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 攻めてください。あとですね、はい、聞いたかったことの一つに、僕はウェブの施策をブランデューさんはものすごくきっちりやられてるなという印象を受けまして、ホームページすごいちゃんとしてて、はい、スマホで見るとスマホ用のレスポンシブ対応っていうのにもなってまして、あの辺はやっぱり理事長も含めこう対策をしていこうという、なんかこう企画のもとやってらっしゃる感じですか。はい、弘前というか青森県はですね、実を言うとですね、はい、ネット更新県なんですよ。あ、そうなんですね。実を言うと、あ、スマホとか持ってる人の率もめちゃくちゃ少ない。あ、そうなんですね。そうなんですよ。じゃあ割とだからこそインターネットは PC で見るみたいな習慣。PC で見るし、なんなら PC でもあまり見ない。なるほど。まだ紙文化。そうなんですよ。ああ。でもそういう、はい、報告が出てるので、なるほど、その中で力を入れたというのは何か、そうですね、逆にあるんですか。青森県って、はい、結構みんな外に出てる人が多くて、お、東京で活躍されてる方とか、ね、東京にもたくさんいらっしゃいますね、はい、青森県人の方は、はい、おとといたまたま行ったお店のオーナーが、はい、弘前出身だったっ、あ、東京のお店で、はい、あったりとかするぐらい、やっぱり皆さんも県外で活躍されてるので、じゃあそういう県外の人に情報が届くようにというのが、まずウェブの一番狙いとしてはある。そうですね、なるほど、なるほど、はい、でしかも結構珍しいんですけど、選手の、勤め先が書かれてあって、ホームページがある会社にはリンクが貼ってあって飛べるんですよね、あの辺の意図みたいなものも、はい、やっぱちゃんとその選手のバックグラウンドを紹介しようという感じだったりするんですか。そうですね、やっぱ社会人リーグなので、はい、働くことってやっぱり大事だなと思うし、やっぱこうアイデンティティじゃないけども、はい、その辺を本当に大事にさせようって思ってて、素晴らしいですね。そこがないと社会人リーグじゃないよねっていうのを自分の中で思ってるので、うん、そこだけはやっぱりこう会社の名前を出すっていうのは、うん、やっぱ僕たちはこだわってますし、その前異業種交流会っていうのをやったんですけど、はいはいはい、日本酒、はい、まあまあまあ異業種ね、異業種、異業種、異業種、はい、確かに日本酒美味しいです。ですよね。拾っていただいて恐縮です。元に戻します。いやいや、とんでもないです、とんでもないです。で、やっぱりその時とかも、やっぱりこう、はい、自分たちの職場の名前を、どこどこで働かさせていただいてます、誰々です、みたいな感じで、言わせてるんですよね。選手が出るか、この選手たちが、はい。選手が自分で、もう、なるほど。はい、なるほど、ね。なので、やっぱり、働きながらやってるよっていうのがやっぱ大事だと思うんで、なるほどなるほど、はい、変なプロ化をさせたくないっていうの気持ちの中であるので、まだまだ社会的っていうか、その地域の中で、はい、社会人リーグや JFL っていうサッカークラブがどうなってるのか、 J リーグじゃないからあんまりそういう認識情報も少ないと思うので、今の取り組みというのはすごく大事なとこですよね。そうですよね、結局趣味でやってるんでしょって言われちゃうんで、よくその持ちがね、どの方もよく言うんでね、はい、趣味で好きでやってるだけでしょって言われちゃう、はい、そうそうそう、言われたくないっていうかね、ちゃんと理解してほしいっていうことですよね。はい、なのでもういろんなものを背負ってやってるんですって、自分のいろんなもの時間とかも含めて犠牲にしてやってるんですっていうのをやっぱり知ってもらいたいし、はい、知ることでやっぱり応援されることにもなるし、最終的に自分のためになるんじゃないかなって思ってるんで、そこはやっぱこだわってます、ね、ちゃんと繋がると思います。そこは本当に、はい、根っこの部分なんで大事ですよね。はい、まあ、次さ、ちょっとこう今表が出てるんで、今、はい、黒部さん今番組の画面にはですね、土曜日行われた抽選会の組み合わせが全部バーンって出てるのでですね、ちょっと、はい、11月の話をしたいんですが、そうですね、いや、もうまさにそういう函館会場ね、函館そういう心持ちで、はい、まあ、はい、チーム運営をされている、黒部さんから見た、はい、この函館会場の4チーム、はい、まあ1次リーグですね、はい、
どういうなんかこう振り分けになったなみたいな印象とかってあります？いや、その例えば、はい、もうプロを目指しているチームであれば、はい、多分単純にサッカーにおける強い弱いとかだと思うんですけども、はい、もっと多分黒部さんのお話を聞いている限り、もっとその地域に根ざしただったりとか、あのチームはこういう特色があるからとかっていうのも多分チェックされてらっしゃると思うので、はい、その上でのなんかそういう刈谷だとかスカイアースだとかっていうところのチームに対してどういう印象とか思いを持ってらっしゃるのかなっていうのはちょっと聞いてみたかったんですけど、すいません、もうざっくりした話でもうあれなんですけど、とりあえずです、あの対戦相手がどうとかじゃなくて、うん、僕たちももちろん J リーグ目指してますし、はい、上を目指すのチェーフェリックとって気持ちでやってるんですけど、はい、第一に一番最初に考えたのは、はい、サポーターが来れるか来れないか、うおー、なるほど、応援に来てくれるか来れないかが僕の中でのやっぱり僕の中でもちょっとお部屋ありますけど、クラブの中での優先順位だったんです。移動ですね、移動、そうです、移動ですね、移動の時間ですね、で、はい、岐阜にしても松江にしてもめちゃくちゃ遠いじゃないですか。そうっすね、青森からね、広崎からしたらね、いやもうね、松江行ったらめちゃくちゃ遠いんですよ。あ、なるほど、その点なので函館はもう海越えればすぐっていう感じですもんね。そうです、海峡の向こうに見えますからね。これだからくじ引きの前からもう、はい、絶対函館にを引きたいと思ってらっしゃったってことですね。そうですね、もうそれだとみんな応援してくれる、そういうふうにして思ってたんで、もう相手がどこだろうとなんだろうと、もう函館だよね、相手じゃなくて試合会場が大事だ、もう試合会場です。なるほどね、みんな応援してくれるじゃないですか。いや、大事だと思うんですよね。我々確かにあのそういう本音が聞きたかったんです。そうですね。いや、ちょっと盲点でしたわ。すいません、全然飾れなくて。素晴らしい。いや、すごい。本当そこだと思うんですよね。海外のサッカーとかも最近いろいろ見させてもらったりとか、いろいろ話を聞かせてもらう機会があるんですけど、はい、応援いけるかいけないかだと思うんですよね。そうですよね。ブランデューいいチームだ。僕たちの上に上がれるか上がれないかっていうのはもちろん大事だと思うし、はい、選手たちがすごいこう命かけてやってるんで、はい、一番大事なことだと思うんですけども、はいはい、でもやっぱり応援してもらえる人が、その姿を、ね、来れるかどうかですよ。見れるか見れないか、見てもらえるかっていうのは重要なとこですね。いや、本当そこだけですね。あ、もう持ってらっしゃる引きが強い。そうですね。いやいやあのドラフト会議で1位引き当てた時のガッツポーズぶりが。T シャツ売ります。T シャツ。A 組って書いてある。そうですね。はい。T シャツ売ります。まあまあ、まあまずは予選ラウンドで、はい、これを1位突破もしくは何ですか、2位は何だっけ？ワールドカードで。ワールドカード。次はあの千葉県、はい、千葉県ですから、はい。勢いを持って、はい、千葉にも行けるように、はい、我々もそうです、ね、あの注目したいと思います、はい、ありがとうございます。すいません、お忙しい中。いえいえ、あのもうそういうちょっと変わったチームなので、ただやっぱり上を目指したいし、はい、応援してくれる人は大事にしたいなと思うので、はい、もうこれでチェックする人が増えるわ。多分この今日の放送でかなりあの好感度、チームに対する好感度が上がったと。うなぎ登りですね。あ、本当ですか。はい、はい、あのこれを見た人もどんどんあのブランデュー、ね、青森の出身の友達がいたらどんどん口コミでも伝えていくんじゃないかなと思います。はい、よろしくお願いします。素敵、ありがとうございました。本日ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。はい、します。では失礼します。どうもです。最高やん、ブランデュー最高やん。惚れちゃって理事長やで、だって。いや、あれがなんか一選手が言ってるとかやったらまだまだその浸透してませんねとかやけど、もうトップダウンだからね。あのアイデアがトップダウンされてんだからね、ブランデューは。やべえ、青森行こうぜ、これは。じゃあ増田さん行って、違うよ、あれでしょ、函館に行けっていう。そうか、函館か。増田さん、増田さん泳いで行ってほしい。ドーバー海峡を渡るかのように津軽海峡を泳いでほしい。旅人だから、ね、地域 CL 夏にやれ、そしたら。夏旅のために体張ってほしいね。そうだね、そうだね。じゃあ次のお電話、もう一個あのすいません、票を12会場の票を、はい、次はですね、次の生電話、もうね、次の方お待ちなんですよ。はい、見せてください。次はですね、同じく函館会場に入りました。ほ、開催地域枠、開催地域枠で北海道十勝スカイアースの方が今電話に出るんで、今鳴らしますね。松田さん出たらすぐテキパキと進めてください。
質問が、まあ、短めに。そうですね。もしもし。あ、もしもし。はい。あ、長野さんの携帯でよろしかったですか。はい、長野さん。あ、どうも、ビターチャンネルの松目イラスと申します。あ、どうも。どうもどうも。そして、あの、オットナ参謀長も。はじめまして、オットナ参謀長と申します。おりますので。はじめまして、長野です。はじめまして。視聴者の方にちょっとすいません、ご紹介させていただきますね。はい、北海道十勝スカイアースの長野聡選手兼コーチに今生電話出演いただいております。 ありがとうございます。いやお忙しい中本当すみません。いやいやいや、今はご自宅か何かの北海道内にいらっしゃる。はい、はい、今帯広の自宅にいます。あ、帯広なんですね。はい、そうです。あ、出ました、牛乳おいしい。松目ラス松田がバカです。すみません、本当に。いやいやいや。すみません、あの、早速、あの、はい、まずは北海道リーグ今シーズン2018シーズンのまずリーグ優勝おめでとうございます。おめでとうございます。あ、ありがとうございます。ほぼぶっちぎりのぶっちぎりの優勝ということで。そうですね。はい、いや、長野選手はどれぐらい、あの、出演じゃないな、出場されたんですか。割ともう全試合ぐらいですか。怪我で2試合ぐらい欠場したんで。なるほど。それ以外は。あ、でもほぼ。あ、ほぼ。はい、そうです、ね。兼任コーチというのは、あの、どういう役割というか、あの、選手メインで。そうですね。選手メインで、トレーニングもほぼ一緒にやってて。はい。見ながら自分もやられてるってことですもんね。いやいや、もう僕に関してはほぼ一緒に選手と一緒にやって、ね、あ、やってらっしゃるんですね。特に指導をするっていう感じの形は取ってなくて、ね、なるほどなるほど。どっちかというとコーチ専任の方がいて、そこのまたちょっと選手との間に入るぐらいのこう、そうですね、監督の上山監督と選手のパイプ役というか、はいはい、ちょうどこう、あの、つなぎ目になってあげるみたいな役割なんですかね。そうですね、はい。すみません、まあ、あの、我々は普段東京からこう、あの、放送してるんですが、なかなか北海道リーグを見に行く機会が本当少なくてですね、はい、なかなかそのインターネット上の情報しか手に入らないので、はい、こう長野さんからこう十勝スカイアースは今こういうチームだ、こういうクラブだよというのをちょっとこう教えていただきたいというか、あの、見てる人はほぼ、あの、見たことがない人が多いと思うので。いや、そうですよね。いや、もうまだまだ全然そのこれから、あの、発展していくチームなので、うん、あの、働いてる選手も多いですし、うん、はい、なかなか、あの、環境面といいますか、そのいろいろクラブとしての環境はまだまだこれから整えていっている段階なんですけども、うん、なるほど。はい、でも去年チケツに出た選手から、はい、半分以上は入れ替わってまして、今年。はいはいはい。なので、その若くて、勢いのある選手もたくさんいるので、うん、まあ、あの、経験少ない選手も多いですけども、うん、まあ、全員で一丸となって、あの、戦っているチームですよね。はい、僕一個長野さんに、あの、はい、個人的に気になったというか、あの、はい、聞きたかった質問があったんですけど、あの、はい、タイでやられてた時は、そうなんですよ、一応プロ選手として所属されてた、はい、もちろんです。ですよね、はい、で、その、はい、タイでプロ選手をされてた2チームと比較して、スカイアースはこう、はい、まだまだ全然そのアマチュアだよなのか、アマチュアだけどやっぱ割と今いい環境でできているようなのか、ちょっとその辺の感想を、はい、ちょっと素直なところなお話をお聞きしたかったんですけど。いやー、まだまだですね、タイの方がまだ。ああ、そうなんですね。なるほど、やっぱタイすごいんだな。やはりタイの中でプロ選手は、はい、あの、なんていうんですかね、進化されてるんですね、階級的には。はい、すごくいい職業なので。なるほど。それは日本人選手は外国人枠としての所属だと思うんですけど。ああ、そうですね。日本人選手としてのタイリーグの中でもかなりその、なんていうんですかね、評価というか、あれが高いってことですか、その。え、日本人の価値というか、の、そうですね、その日本人サッカー選手っていうのはタイでもやっぱりすごい。あ、一時期、いや、僕が初めて行ったのはもう今から6年前ぐらいなんで、ね、2013年ですよね。そうですね、5年6年前なんで、その頃は、うん、そうなんですよ、はい、馴染みのない
場所なんですけど、その頃は、うん、まあ、あの、なんていうんですかね、日本人選手バブルといいますか、あ、なるほど、タイ自体がすごく日本人を欲してたんですよね。はい、はい、はい、だからその時にちょうどあの岩松さんだったり、はいはいはい、はい、長里元気とかだったり、日本の J でやってた選手が行った年なんですよね。なるほど。はい、ただだんだんとやっぱりタイのそのサッカーのバブルというのも弾けてきて、あ、そうなんですね。はい、じゃあ近年はだんだんやっぱり数少ないあれですね、タイに。そう、いや、かなり減ってる、減ってきてますね。やはり日本人のやはりあのタイのクラブが求めるのはやっぱり元代表選手だったり J1 でやってた選手とかを欲してですね、はい、やはりそこに見合う給料が払えないのが現状でして、タイクラブがそれに伴ってやっぱアジア枠でいうと韓国の選手たちがやっぱ安くて、はいはいはい、安くてもあの行くっていう選手がたくさんいるので、はいはあ、そのアジア枠とか外人枠のところはやっぱ韓国勢がぐいぐい行ってる状況だと思いますね。ありがとうございます。松田さん、じゃあ、はい、そういう長野さんはね、はい、中野さん個人の経歴はそうだけど、そういうバックボーンをありつつの今トカチですから、そうですね、もうちょっとこうトカチの話を、まあ、そうなんそうなん、はい、で、いや、この、はい、経歴を持った長野さんから見た、トカチスカイアースってすごい大事だと思うんですけど、あのその、はい、この話なかなか聞けないと思うんですね。選手でスカイアースだけ所属している方ではなく、はい、外から見たスカイアースってことだと思うんですけど、はい、まあ、もちろん中にもいらっしゃるとは思うんですが、はい、長野さんは今シーズンからトカチにいらっしゃって、はい、所属ですね。そうですね、去年までバンコクですもんね。はい、そうですね。一番その長野コーチとして、はい、その選手に求めるものは何ですか今。僕がやっぱ一番求めるのは、はい、環境だったり、うんうんうん、そのまあ十勝でいうと雪が4月ぐらいまであるんですけど、はい、そういうなんか本州のクラブと比べて、うん、やっぱりちょっとアドバンテージがあるんですけど、はい、そこに対しての言い訳をしてほしくないっていうのをすごく言いたい、伝えたい、はい、伝えたいことです。プロ意識だな。はい、わかります。はい、すごいな。やはりあの雪っていうのはまず大きなファクターだと思うんですけど、その練習の環境や、ね、まあ、当然リーグ戦のスケジュールとか非常にこう限られているっていうその中を、はい、長野さんはどういう、まあ、今シーズンから来て所属して、はい、長野さんなりはどういうふうなことを一番気をつけたというか、そこを言い訳にしないでしようとされたことは大事にしたことなんですか。いや、もうその雪だからできないとか、うん、その雪でそのスタートが遅かったから負けたとか、そういう言い訳をしないっていうのを梅山監督と話して決めまして、その雪があるなら雪の上を走ったりとか、はい、結構今までそういうの十勝のスカイアースがやってないようなことを今年ずっと取り組んで、あ、じゃあ練習メニューも新しくこう工夫したというか、うん、そうですね、新しく取り組んで、監督も今年からなので、はい、もう僕らでこのチームを変えていこうっていう気概を持って、はい、取り組みましたね。それはどうですか、この今シーズンの所属選手に伝わったなという感触ありますか。いや、伝わってると思いますね、やはり、はい、それがやっぱ結果に出てると思いますね。なるほど。じゃあ、まあ、優勝ね、うんうん、選手たちはもうじゃあ今結構自信満々で行ったるぞっていう感じのチーム状況なんですかね。いやいやいや、そんなことはないです。全然ない。僕らも同リーグ、初戦同リーグだっていう自覚がやっぱりありましたね、うん、やはり同っていう少しこう海を隔ててる分、その本州のレベルというものをなかなか感じることができないので、なかなか他の地域のクラブと交流、対戦する練習試合も含めてなかなか作れないですよね。そこはまあ物理的に距離的にもしょうがないかなっていうのは、さすがにそこはね、全然ないので、はい、ただ道内の中での強化マッチをまあ工夫するしかないというかね。そうなんですね。あとチーム内の紅白戦でとにかくレベルを上げていくしかないみたいな感じですかね。
そうなんですよね。あのそんな中でですね、はい、あの11月にあのチャンピオンズリーグの予選ラウンド、あの函館会場、はい、あこれは、まあ、あの地域の開催枠で入りましたが、はい、まあ、南郷さんは、まあ、南郷の選手といいましょうか、あのもう J リーグのクラブも数々経験してますし、はい、同じ組に入った刈谷やコーチやブランデューにもあの知ってる選手や指導者いらっしゃると思うんですけど、そうですね、どうですか正直この 4チームのこの函館ラウンドというのは。いや正直やはり僕らはもうどこが来ても、うん、あの一番下のスタートだっていう自覚はありましてですね、はい、やっぱり、うん、もう胸を借りるつもりというか、そんな溺れるような実力も多分ないので、本当にどこまで通用するかっていうのを、まあ、チャレンジする場だと思ってるので、る、はい、もう初めて対戦するチームばかりですかこの3チームって。いやそうなんですよ、本当に過去も、はい、はい、だあ去年のチームはチケツでカリアとやってるんですけども、カリアさんとはやったんですね去年。なるほど。でもそれを経験してる選手も今年残ってるかどうかってはまた別ですもんね。もう何人数人なので、はい、なので逆に、はい、はい、それ知られてないというのをアドバンテージにしてなんとか人を秘密のベールってやつですね。そうですね。相手からすれば相手も同じでですね、トカチスカイアースはもうスカウティングしようがないなみたいな感じなんでね。はい、なかなか非常にこうオープンなグループになったなというのが私の印象だったんですけど、うんうん、グループ。そうですね、うん、そうですよね、確かに。はい、ちなみにいい私、どうぞどうぞ。11月の気候なんですけど函館っていう会場は、うん、はい、どうですか、はい、気温やそのまさに雪なりその環境コンディションっていうのはどうなんでしょうか。いやさすがに雪はまだ降らないと思うんですけど、はい、ただ、うん、僕らも函館まで車で6時間ぐらいかかる距離、ちょっとした雨ですよね。だからそうなんですよ、函館の環境というか気候とまたちょっと違うと思うので、なるほど、そこまでのメリットが、ホームのアドバンテージがあるとも言い切れないですね。じゃあこのそうですね、函館という、はい、移動でかかる時間もやっぱそれぐらいかかりますし、はい、そうか。ただまあそのこれからベールを脱ぐ、うんうん、スカイアース一番、はい、長野さんがここ見てほしいっていう、そうですね、チームの売り推しアピールポイントございますでしょうか。あ、どうですかね、やはり結構そのどうでしょう、言っていいのか分かんないですけど言っていいのか分かんない戦術的な対戦クラブの方も聞いてるかもしれないんで、はい、ここはマインドゲーム仕掛けていただいて大丈夫ですか。そうですね、はい、やはり監督の梅山監督が、はい、あそうですね、しっかりと考えられる監督なので、はいはい、その戦術をしっかり落とし込めるかが鍵を握っていると思います。なるほど、をストロングにしていこうと思います。元県知事かなんかされてたんですもんね、新潟で梅山さん。そうですね、知事さんそうなんですよ、はい、政治ができるですね、はい、理論的な方なので、すげえ、はい、まあ、サッカーファンも含めて函館ライン函館会場に直接足を運ぶファンも含めて対戦相手のチームやいろんな選手が本当に初めてトカチスカイアースを見るという3試合になると思うので、うん、ぜひ、はい、世間をあっと言わせていただければ、はい、はい、多分北海道枠というのでだいぶなんていうんですかね、なめられるじゃないですけど、北海道はチャンスだって思われるっていうところは自覚はあるんですけど、なるほど、そこを逆手にとってですね、はい、日本中を沸かせれるような活躍をして十勝、ね、はい、を盛り上げていけたらいいなと思っておりますね。ぜひ市原臨海要は決勝ラウンドにぜひ、そうですね、本州の方へ次来ていただけるように、はい、スカイアース旋風を、はいはい、頑張ります。なんせあれですからね、チームの中で唯一勝つっていう、もう文字が入ってるチームですからね。あ、本当ですか。はい、トカチの勝つ。勝つはね、
あーそういうことですね。はい。奈良さんすいません、電話で滑りました。すいません、松井さん、こんなやつなんですよ。申し訳ないです。すいません、長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。その時間までありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お風邪などひかぬよう。はい、失礼します。失礼します。はい、ということで、いや長野さん、ようタイから北海道行ったね。すごいね、温度差すごいやろ。雪の話してるね。すごいよ、もう。さあ、まあ、はい、多分話は尽きないのでね。でも本当めったにお話できない、うん、我々なんかなかなか東北リーグや北海道リーグ見に行けないのでね、うん、直接電話に出ていただいたのは本当にありがたいし、うん、貴重な、うん、貴重ですね。ありがとうございます。本当ありがとうございます。まだ来週も我々の放送あるじゃない、はい、まだ予選ラウンド開幕してないから。そうですね、もう何人か来週はできたらいいなと思いますが、松田さんもちゃんと勉強してくださいって、ね、いや、まあ、そうですね。視聴者の人がやっぱ詳しいのは、はい、梅山さんは知事じゃないと、市議会議員だと。あ、市議会議員だ、そうそうそう。松田さんはちゃんと調べてから喋ってください。すいません、はい、じゃあ以上、R ニュースの5本以上にて終わります。はい、はい、時間が押してますので、うん、特集いきます。はい、全社、総集編よ。水曜日の三決決勝を終えてですね、我々東京戻ってきましたということで、はい、まだ1週間前ですよ、たった。いやもうね、どうぞ画像見せてください、トーナメント表。婚姻屋のごとしすぎて。ね、怒涛の5日間でしたから、はい、これちょっとベスト8までの表を見てますけどね、うん、ダイジェスト番組4日連続でやったんで、はい、水曜日だけ、三決決勝だけやってないんですよ、うん、そうですね、ダイジェストも、はい、なんで今日やろうと思って、はい、三決決勝をこれから動画あるんですか。レコード動画作りました。出ました。でもね、茨城で作るより楽だね。東京は。じゃあまあ、地域もにもよる。じゃあ、泊まってた宿がさ、そうですね、 Wi-Fi がさみたいな。クソだったからね。いや、そう、クソとかじゃない。だから全然、でもほら、あまり時間に追われないで作れたから、はい、そうですね、ちゃんと作れたっていうかね、はい、余裕があったんでね。すげえいいとこだった。もう一個、すいません、これ今ベスト8の表なんですけど、はい、整理しますね。ベスト4に進んだのはおこしやす京都と刈谷が進み、うん、いわきと松江が進みましたというのが4強ってやつですよ。はい、でその前のね、ベスト16からの、いわゆる月曜日の試合で、はい、レポートの積み残しがあるんですよ。出ました。ちょっとその表を見せてください。トーナメントもう1個目は福井かな、福井の、これもう別です。あ、これですね、福井。あ、悲しい。サルコス福井と FC 刈谷がこの山はやったんですね、うん、はい、でこれのレポート積み残してるんで、はい、なるほど、ちょっと短い動画なんですけど作りましたので、はい、視聴者の皆さんと松田さんと一緒にね、これを見ながらね、まず動画からいきましょう。じゃあ、お願いします。はい、まず再生しましょう。はい、はい、どうぞ。PK 戦からドラマだったんですか。あ、この試合か。あ、そうそうそう、これ僕の映像です。刈谷のベンチ、松田さんどうでした、この試合。0-0だった。いや、よく走ってますよね、両チームとも。これ福井は PK で負けるんです。ただね、やっぱね、刈谷は割と試合巧者でしたね、なんだかんだ。あとサウルコス疲れてた。決定機を決めきれないと PK になっちゃうんですね、やっぱり。トーナメントは当たり前ですけど。風強かったね。これは5-3だったっけな。だから刈谷が 5本決めて勝利というのは多分4人目。落ち着いてましたわ。いやー、そう、刈谷のキーパーはね、手でそうリズム取ってちょっとねプレッシャーかけるんですよ。さあ、これで最後。そしてま、あ、まだ、すみません、これがまだ、これです、これです、この家で短パン焼いたからね。これがマジ嫌なんですよ。
いやーこれね、キッカー、キーパーだったんです、うん、で、これが最後ですね、はい、これで決めて、この後、喜ぶベンチが決まるこれが決まる瞬間のベンチっていう、はい、これが決まる瞬間特に監督、いやー、熱かったっすよ。ブラジル人のコーチたちが、この一体感。海外の人とか、ブラジルってこうですからね。みんなで勝てるんだよ。これで。そう。さあ、この後ですね、負けた福井の三井監督に、はい、短めにいただきます。あ、これ、はい、多分映しちゃいけないであろう月曜日に遠目だから遠目だから分かんないでしょ、分かんないでしょ、誰が誰か分かんない、イタリアのサポーターなんですけど、はい、こんな感じでいますよ、誰か分かんないです、ちょっとこれ撮ったの僕じゃないですか、もちろん監督のコメント聞いてください。今日の感想ですか、はい、なかなかうまく、はい、守備のところはちょっと良かったかもしれないですが、攻撃ではなかなかうまくいかなかったですね、はい、まあこの大会はまあ、全員試合経験済ませるというふうなイメージであったので、まあ、チームとしての、うん、ステップアップの大会にしてました、はい、チャンピオンズリーグ JFA 初戦に向けてまた頑張ってください、はい、ありがとうございました、はい、もうちょっと、はい、じゃあね、音って多分書かれてるのは国体のテーマソング鬼流れっていうね、まあ、あれはね、避けれなかったああ、動画の音ね、そう、はい、国体テーマソングのスピーカーがね、もうすごいずっと流れてたね、うん、動画の音がやたらでかいと僕らの声が拾えないというのが今、はい、失礼しました。ちょっとベスト8の表をもう一回見せてください、はい、カリア、カリア、カリアでいいんだよね、カリアがなぜ、僕は私が思ったことね、お、あそこまでベンチが一体になったのは、うん、やっぱりチャンピオンズリーグ出場するにはここをサウルコスに勝たなきゃ、まあそうですね、おじゃんなわけだから、いけないっていうことですよね。で、福井の望月さんことはすごくサバサバしてて、私2日目もインタビューしたんですけど、はい、もうこの大会は練習試合だと、はい、全員ちゃんと出すよって言ってましたもんね、完全に経験積ませるだけだと、はい、でもカリアは違うじゃないですか、うん、だからもうベーガ監督のあの喜びをっつったら、ね、はい、もうここ、そうですね、うん、それがすごくやっぱりこう好対照な、好対照な2チームだったなというのがね、はい、だこれで言うと本当にどちらもある意味プロフェッショナルな姿勢を崩さなかった両チームじゃないですか、うん、カリアは、勝ち上がりたいプロフェッショナルで、サールコス福井はもう11月のチャンピオンズリーグ、そうなんです、本当に昇格するプロフェッショナルです、まあ、なんかその違いがすごい出てて、そうだからすごく好対照なんですよ、うん、そういう、ね、チームのミッションが、ね、はい、まあ、そういう0-0のドローからの PK 決着でしたというね。じゃあ次の調整の強いマイク欲しいな、はい、次の、はい、これは多分動画を撮ってる時のマイクの話ですね、そうですね、はいはい、次のカード、はい、積み残し、同じくこうアルティスタ様と松江シティが、はい、まあ結果的に松江シティは優勝してますから、はい、これのレポート動画も、はい、撮影したのは松江さんなんだけど官房長がつなぎましたということで、はい、これも動画を見ながら喋りましょう。じゃあ、はい、ぜひ、準々決勝3日目の試合、アルティスタが敗れますが見てください。どうぞ松田さん解説、解説、もうこれもそうなんですけど、アルティスタは、本来の戦術、自分たちの得意な戦術ではない、戦術でおそらく挑んできてた、うん、まあ、よくつなぐね、あ、まあそうですね、これ後ろから撮ってるやつで、まあこれフル尺見たんですけども、はい、まあつなぐ、黄色いチームで、ね、ね、で、あとこのね、競り合いに強いんですよ、松江、うん、そんなに大きくないですよ、だからおそらくなんですけど勘がいいんだと思うんですよね、ちょうどいいところで落下地点に入ってくる選手がすごい多かった。私田中監督にお話ずいぶん聞いたんですけど、この大会中、はい、ずいぶんちゃんとみっちり計画的にトレーニングしますよ。一人一人の選手の判断がすごい、はい、素晴らしいし、田中監督が、いや、あとはやるのは選手だからっつっても、うん、自信満々に送り出してるから、その状況状況の判断をね、そうやって、はい、なんじゃないですか。
いやただね、アルティスタはね、本当にもう松江シフトだったんですよ。そうですね。だってここもさっきの刈谷と同じ状況だから、はい、ここで勝たなきゃっていうね。いや僕正直アマチュアサッカーのスカウティングっていうものをちょっと舐めてたなっていうのを反省したのがこの試合でした。そうでしたか。めちゃくちゃ研究して、でおそらくあの今回の大会の1戦目を見てこのシフトをちょっと調整してますからね。ね、はい。すごいんですよ。だからもうファイブレーンとかを松江もやろうとしてるんですけども、完全に封印されてましたからね。まあこの80分通して、はい、松江のポゼッションとあのそのなんていうかな、ちゃんと崩していくっていうね、はい、相手のペナルティーエリアにどんどん入ってくるの、うん、ずっと0-0なんですよね、はい、でこれは PK で、松江が1点リードしてゲームが終わるんですけど、はい、間もなく PK シーンが来るんでちょっと見ててください皆さんね。そのな PK に行くまでのところがねまたね、はい、なかなか秀逸な、いやあの松江ってのはやっぱね、この準々決勝の試合も見てね、はい、やっぱなんていうんですか、フットボールのそのリテラシーというか、あの高いですね。高い、いや本当に高い、非常に高いですね。ね、選手全員が監督の言うことを 100% 理解しないとこれはできない、非常に高いですよ。めちゃくちゃ賢い選手が多い。でその中で唯一トリッキーなことしてくるあの8番の宮内が効くんですよ、ね。宮内選手ちょうど小前だしね、追っかけましたもん。そうですね。これもう後半です。羨ましい。はい、今後半です、うん、あ、ごめんなさい、まだ前半です。すみません。今画面に向かって攻めてきたのは頭です。そうですね、まだ前半です。アルテスタ、ちょっと遠目に言わせて聞いてくれるのか、見てみてください。見れるんですけど、やっぱ強いですね。強いですよ松江、必ず相手の前にスッと入ってくるんですよね。そのだから現代サッカー的な話になるとすぐ戦術論になるんですけど、ああいうちょっとしたポジショニングをちゃんと修正できる能力、サボらないっていうのが本当の現代サッカーなんで、うん、そのサボらなさでいうと松江は本当に今回の前者でも群を抜いてましたね。この動画は私全部見たんです、80分、はい、じっくり。やっぱりこうやって後ろから撮ってるから、はい、こういう撮り方だと分かりやすいなと。右に左に振って縦入れて斜めの右のカードのスペースにボールを入れるとか、なんていうんですかね、いろんなところにちゃんとこう人が動いてボールを入れてるっていうのはね、ヒーローチームの選手のね、止める蹴るの技術ももちろん高いですけど、カウンティング、もうみっちりこれは練習してる前でこれはできないでしょっていう。あの細野さんがすごかったんですよね。それがすごい。田中監督曰く、私が話してくれたのは、うん、相手のチームがどうやってくるかはもうそんなのはないです。ああ本当ですか。全試合ですね、自分たちがやりたいことをとにかくやって楽しんでこい。だってチャンピオンズリーグは出れるんだから。暗いですか。自分たちは別にこれを、はい、練習試合とは言わないし、はい、勝つために当然ピッチに出してるけど、うん、相手がこう来るからこう対策しろなんていう話はほとんどしてないですって。だから この状況でも後ろから見て分かる通り、あのアルティスタが本当に選手の隙間を埋める動きがすごい上手くて、距離感がぴったりなんで、結構これ松江正直この前者の中でも一番なんていうんですかね、手こずってました。エスペランサの時は同様です。で、もうこのなんていうんですかね、アルティスタ戦は手こずりですね。もうこれ枠に行くんですね。でね、何が言いたいかというと、私は田中監督いわく、はい、とにかく1年1シーズン積み上げてきて、まあ、田中監督よく3シーズンこのチームをやってきてるから、はい、もうほぼ、集大成なんだと。この10月、はい、11月はゲーム中にどんなことが起きても選手が自分の頭で考えてちゃんと自分で修正するっていうのもやってきてるんだから、相手がこう来るぞなんて言わないと、はい、うん、ゲーム始まってからそれを自分たちは監督っていうのはピッチングをするこのまでが仕事だからっつって、だから松田さんがよくここが苦戦してたというのは当然苦戦したんでしょうけど、修正力もそれぞれの選手、監督が一切ベンチから出て何か言ったりはしない、そうしないんですよ、指示がね特にないんですね。それがすごく印象に残って、やっぱりこの前者に送るのがすごく楽しかったなっていう。で特にこれ PK です。これ PK いきます。はい、これいやこれ逆に持ってくるやつですよね。いやでまだ来ますね、これまだ続いてます。これがこのね、前半と使ってるスペースが違うんですよ、松江もすでに。
これでも今痛んでるのが宮内ね。後半です。後半ですけど、ね。あ、もうだんだんサイドの、いやーこれっすわ。キープしますわ。動画の中でもいや言うてるからね。いやほんま嫌やったん。これやり直しなんです。そうです、そうです。これね、入った宮内です。何ですか、え、宮内がね、あのペラの中入っちゃったんですよ。ボールを関係ない選手が先に入っちゃった。そうです、そうです。キッカーの前に。もう一回蹴ります。27-28。あー、それを決めてきた。これで 1-0 で、まあ、これでもうこのゲーム終了です。これ試合後に、敗れた浅間の選手と、はい、監督、このインタビューは本当に素晴らしい、素敵です。長かったんで、短めにやってます。長かったんで切られちゃったね。すごいインタビュー、もう本当ね、あの有料版でなんかあの全部で流したいぐらいだわ、うん、今度ね、大会総集編のね、全 DVD まだ DVD じゃないそんなことだったら大変なことになるんで。さあ、じゃあ我々ちょっとおしゃべりしないでインタビューします。はい、すみません、僕が入ってきて、アルティスタの、岡田選手です。お疲れ様でした。ちょっとあの結果は残念だったんですけれども、まず試合の率直な感想を聞かせていただきます。試合前から相手のチームにボール持たれてっていうのは想定内で、じれずに守備して、そこから自分たちの今回カウンターで1点決めてっていう予定だったんで、前半からはいい形で守れてて、相手にも好きにはやらせてなかったんですけど、後半やっぱりちょっと足が止まったところでやられちゃって、自分がやっぱ失点に絡んじゃってちょっと悔しいなって思いますね。はい、で攻撃の面でもやっぱ僕らが見てて、岡田さんが一番あのキーマンになってたなと。そうです、前に大きい人、はい、最初だったら山田隆人が当たったところに、僕と室崎のサポートで速い攻めでやりきっちゃうっていうのがあったんで、それはまあ狙いとしてはできてたんですけど、取った最初のパスはやっぱうまくつながらなくて、そのやりきれないっていう部分があったかなと思います。じゃあちょっと最後にあのサポーターに向けても、まだ地域チャンピオンズリーグに出れる可能性もまだあるとは思うので、はい、そういった抱負も含めて、サポーターに何かメッセージあれば。自力でまず全国社会人を勝ち切ることができなくて、去年と同じチームに負けてベスト8の壁を越えれなかったんで、また地域チャンピオンズリーグのチャンスがあるということなので、そこに向けてまたチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。敗退してしまいましたが、アルティスタ浅間の、小林監督にお話を聞こうと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。率直なご感想、試合後のお聞かせいただけますか。まあ、そうですね、正直言いまして、我々の戦い方というよりもね、ちょっと違った部分の戦術戦略をね、使ったんですけども、まあ、ただ、大会前からね、やっぱり我々は結果を求めるということでね、割り切って、相手に対しての分析をしてね、戦ってきて、まあ、この結果なんでね、まあ、これは厳粛にやっぱり受け止めて、また次に、ね、つなげなければいけないので、ただ選手はね、本当に精一杯ね、戦ってくれたんで、ロードで行きなりたいなと。どのタイミングぐらいから松井シティの、その対松井シティに向けて準備されてたんですか。まあ、もちろんね、去年も同じ大会でね、同じタイミングで、やられてたということでね、まあ、そのリベンジの気持ちもあったんですけども、まあ一つは今年国体で、まあ松江というよりね、島根の、チームと戦ったんですけど、まあ、我々も長野としてね戦ったんですけど、まあお互いねクラブチーム同士だったんで、まあ似たような、ね、戦いになりましたけども、まあ、そこでだいぶやられてしまったのかなと、まあ、もちろん実際ね、
相手の力に負けたというよりもむしろうちがこう自滅したような国体の、ね、感じだったんですけども、ただ、まあ、同じ相手に、ね、負けたんで、まあ、そこのところからいかにして3度目の正直で、ね、勝てるか、まあ、苦渋が、ね、まだわからない状態でしたけども、まあ、せめて、ね、魔性のようなチームに我々も、ね、勝っていかないとなかなか昇格っていうのは、ね、ありえないということで、国体以降に関して、十分な準備を、ね、してきた相撲です。で、まあ、その準備がある程度昨日今日のゲームの中でも、ね、選手が理解してくれて十分戦い方ができて、まあ、特に、ね、松江さんがやりたいサッカーというのはかなり消せた部分があったので、まあ、その辺に関しては、ね、監督としてはちょっと満足しているかなと思いますけど、はい、何かそのサポーターに行くので最後一つ本当に、ね、サポーターを含む、ね、関係者あるいは、ね、応援してくれる、ね、長野県の皆さんに、ね、いつも日頃より、ね、感謝を気持ちを持ってね、トレーニング試合に、ね、臨んでいるつもりでいますけどね、本当にこういう遠いところまで、ね、しかも平日の中でね、まあ、数はともあれね、我々を応援してくれる方が、ね、いる限りはやっぱりね、我々も全く手を抜かずにね、全力で戦いたいと思いますね。まあ、この輪が広がっていって、まあ、同じ、長野にあります山賀ですとかね、パルセールですとか、まあ、そういうチームに少しでもね、追いつき追い越せるように、選手もサポーターもクラブも、ね、なっていければありがたい話だなと思います。ありがとうございます。名前を改めて、はい、選手の方が、7番の、岡田選手ですね、岡田高則選手ですね、はい、で、監督の方が小林慎二監督に、お話を聞きまして、もう単純な印象、どちらも言語化する能力がかなり高い、うん、もう岡田選手なんてもうすごい なんていうんですかね、声とかも引っ込み思案な感じかと思いきや、喋ってる内容めっちゃちゃんとしますからね、うん、あんなにサッカー選手で状況を言語化できる人なかなか会わないから、うん、すげえ賢いと思って、もう試合中も一番やっぱり感性が鋭かったですし、こぼれ球に行く能力の高さってあるや、一番すごい優れてたんで、僕はもうちょっと話聞きに行こうと思ってダッシュしたら息切れるっていうね、はい、じゃあ今日これがちょっと特番ではできなかった積み残しの、月曜日の試合2試合をやりました、はい、ちょっともう一回今紹介したクラブがほとんどチャンピオンズリーグに出てくるのでちょっと見ましょう。表をアルティスタ様はね、うん、まあ、負けましたけど、はい、結果の月曜日の夜には、うん、リンバン枠っていうやつが決定してたので、はい、まあ、その後正式みたいなのはずいぶん 2,3 日経ってましたけど、はい、まあ、月曜日の時点で分かってたので、多分小林監督も言ってましたよね、はい、選手も ね、うん、ね、リンバン枠で出ることになったとしても頑張りますみたいな感じでされたじゃないですか、はい、そうですね。それでまあ抽選の結果岐阜ラウンドに入りましたっていうね、はい、そして福井、はい、福井はなんと見てください、松江シティと、うん、おこしやすと栃木ウーバーと、はい、どう思いますか松江さん。いや単純に全車もう一回って感じですよね。これ全車だよねみたいな。ま、いや松江会場に関しては一回なんか見た感じの人たち、あと同じ空気を経験した、チームと選手たちが入ってるっていうのは、松江は松江の会場でやれるっていうところがあるから多少違うかもしれないですけど、他に関してはなんとなくそこら辺は近似値を持って挑むチームが多いのかなと。逆にそのアルティスター様は前者とは全然違うまた戦いをしなきゃいけない、うん、3チームとも、うん、いやもう癖めっちゃありそうな、うんうんうん、なかなかの3チームと一緒になってるから、まあ正直苦戦はするかもしれないけどチャンスは全然あるんだろうなっていう感じですよね。まあそんな感じでね。さあでは三決決勝ベスト4に進んだ例のトーナメント表から3位決定戦から、はい、やります。おこしやすが、うん、まあ結局三決に回り、はい、いわきが三決に回りました、はい、ここまでがまあ先週の火曜日の特番でやったんで、はい、三決見ましょうか、うん、まず最初にですね試合のダイジェストから見ます、はい、程よきタイミングでどうぞお願いします、ね、はい、もういきなりキックオフ。増田さんもこれ有明放送局でも生中継してましたけど多分フルで見てないでしょ。いや、まあ見てないです見てないです。ていうか、いや、やっぱこのスタジアムでやれるってすごいいいっすね、うん、シーマン
ジーコ、ジーコ出てきたよ。起こしやす。でも結構割とあれなんですね。似た色のユニフォームを OK されたんですね。うん、割となんか、まあ、パンツ白ですから起こしやす。あ、まあまあまあ確かに。エリック・クミ選手はベンチ外でした。おクミちゃん、クミちゃん私が見てた斜め前に座ってました。クミちゃん何仕事？クミちゃんいやベンあのメインスタンドで見てました。ああ本当、あ怪我とかですか？いや多分もう無理させないとか。ああなるほどね、入れないぞと思う。これまだ前半ですけど、はい、まあ私も見た印象でやっぱ京都の選手はもうかなり疲れてたなぁとは思いましたね、うん、前半から。まあ当然いわきの選手ね、フィジカルスピード、うん、それが特徴のチームでしょ。そうですね、そもそもね、やっぱり年齢的にもね20歳前後の選手多いしね、うんうん、いわゆる走力とスピードって、これが久美ちゃんね、これ前半終わり間際にね、うん、ベンチに、うん、通路に帰るクミちゃんを捉えました。なんかはい、前半終了です。0-0です。そうだな、前半は0-0です。さあ後半です。そうそう、見分けづらい、確かにね、遠目見分けづらいですよねこれ。後半でおまけに鹿島スタジアムちょっと赤いし。さあこれ起こしやす京都はチャンピオンズリーグの結果、うん、松江シティと当たりますし、はい、サルコスとも当たりますし、ウーバーともやるんですよ起こしやす。いやー、やっぱあれですね、その玉際みたいに一瞬なりそうなところのトラップ長なるところを起こしやす、速攻できますね。さあここからまたハーフカウンターになります。1点目です。ハンド、あー取る取る、それ取っちゃう、めっちゃ低く構えるな起こしやすのキーパーおー逆、右に流し込んで1点先制と。さあここから あとはもうゴールシーンのダイジェスト、ゴールラッシュが続くんで、はい、いわきの2点目です。また右 の裏のスペースいきます。さっきと似た形です。さっきはあそこでハンドでしたから、ね、折り返して中央、あー素晴らしい、キーパーを転ばすっていうね、最強そのフェイント。さあ3点目です。もうこれはもうゲームはほぼ決まったなみたいな雰囲気だったんですけどね。あーでももう全然起こしやすが当たれない状況を作ってますね。いわき走力やっぱすごいな、うん、スローインからのペナルティからまた逆サイにでのシュート、これで 3-0 でいわきが3位になりましたか。いや今のスローインからの作り方とかすごい、やっぱいわきしっかりしてますね。なんかまあ、残念ながらね、はい、京都は4位でしたけど、うん、まあ全社枠での CL 出場を掴んでますから、はい、それこそ本当の戦いは次だっていうね。あ、まあそうっすね。で、試合後に、はい、京都の、石田監督に お話聞いてるんですが、聞くテーマが実はありまして、そう実は藤枝前 FC を、はい、東海リーグ時代に監督やってた選手だった、すみません選手だった7年前、今現京都の監督の石田監督は7年前、うん、現役の選手だった、うん、藤枝前 FC、うん、東海リーグほやほやっすね。そして地決を戦って JFL に昇格してるんですよね。なるほど、経験者、あ7年後に成功者なんですね。そう7年後に指導者、はい、っていうのが質問のポイント1個。なるほど。そしておこしやすの2問目のポイントは、うん、去年までアミティエというチーム名だったのが、あ、はいはいはい、おこしやすになってますけど、そうですね、去年も挑戦してるわけですよ、はい、チャンピオンズリーグ、はい、で去年の反省を生かして今年のチーム作りはどうだと、うん、この2つのポイントを聞きましたので、ぜひじゃあ動画をお願いします。一緒に聞きましょう。マスターさん、起こしやすい。そうですね、まあ、やはり5試合連続となってくるとこうもう総力戦という形になるので、いつどこで誰が出てもいい準備をしていこうというところと、ずっと出ていた選手もいれば出てなかった選手もいると、そういったところで自分がまあ出なかった場合に、いかに周りにサポート
周りのサポートがあってやってこれたのかっていうところの感謝の気持ちも持ちながら、逆にサポートに回る場合にはしっかりと試合に出る選手を送り出していこうというところで、まあ、チームね一丸となって戦いたいというふうな思いは伝えさせてもらいますと、その時藤枝は東海1部から JFL の昇格っていうところを達成いたしました、まあ、今起こしやす業とも同じ状況に置かれていると思います。7年前の藤枝と今の起こしやすを重ね合わせて何か思うところはございますか？そうですね、まあ、チームの戦い方であったりとか、この選手の個々の特徴というのはもちろん違うところがあるので一概に同じとは言えないんですけど、ただ、まあ、最後の最後にどこまでやっぱ 力を発揮しきれるか、勝負どころで点を取れるか、守りきれるかというところの本当紙一重な戦いを乗り切っていくことがやっぱり必要になってくるので、今回の3回戦まで、東京ユナイテッドさん、鈴鹿ミリテッドさん、栃木ユバさんとこの3試合をまずしっかり勝ち切れたことっていうところはすごく大きな経験となったと思うので、まあ、同じ藤枝と重ねる部分であれば5試合経験したっていうところはすごく大きかったなというふうに思います。何を変えようとこの1年取り組んできましたか？そうですね、まあ、元々チームとしての土台であるこうまあ、ハイプレス全体をコンパクトに保ってプレッシャーをかけに行くっていうスタイルに関しては一切変えることなくやっていこうということは言ってきました。まあ、その中でディフェンスのやり方であったりとか、まあ、それ一人一人のまあ個人戦術の部分からグループ戦術っていうところにおいては昨年よりもまあ時間をかけてやっているところであります。またその地域チャンピオンリーグに向けてのこうじゃあどうボールを動かしていくか、どう攻撃していくかっていうところも、まあ、こういった大会を通して少しずつ積み上がってきているのではないかなとは思います。これから先の地域 CL もう一度ありますが、そこに向けてファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、5日間の大会すべてに応援に来ていただいたサポーターの皆様本当にありがとうございました。まあ、準決勝から3位決定戦と2試合勝ちをお届けすることができず大変申し訳ない思いではありますが、11月9日から始まる地域チャンピオンズリーグ、そして11月の決勝ラウンドに向けてまた一からチームを作っていきたいと思います。今年こそJFL 昇格という大きな目標を果たすために選手一同またスタッフも含めて全員で頑張っていきたいと思いますので、また今後とも応援よろしくお願いいたします。以上です。男前ずーっと思ってた男前、石田祐希監督、はい、元松本山がいて、松本山から藤枝に選手たちね、はい、いやしっかりしてはるわ。やっぱもうね、一個だけちょっとコメントの方で、おこしやす京都を京都って略してらっしゃった方がいたんですけど、このまま石田監督が、上がってったら実際にありえる表記やなっていう、うんうん、省略したらね、うんうん、お京都、お京都、はい、ちょっと面白かった。いやまあでもやっぱね、思ってた起こしやすと、実際の前者で、ちょっと見た起こしやすは違いましたね、うんうんうん、すごいやっぱしっかりしたチームなんですね、はい、戦術的にもちゃんとしてるわ。ダイジェスト番組週明け特番でやってて、うん、もう2日目ぐらいから僕ら言い始めてたな、うん、この前者は起こしやす旋風が吹く、出ました起こしやす旋風、起こしやす旋風作りましたね。そうですね、多分我々が最初に作りましたよねもうすぐパイオニアになろうとする。マルシー、まあそうですね、マルシー取ってないですけど起こしやす旋風は地域リーグでも吹くんじゃない、地域チャンピオンズリーグでも吹くんじゃないかなと。ああ十分ありますよね、はい、起こしやす旋風がね、はい、松江ラウンドでも吹くかどうか、相手には、はい、ウーバーがいて、はい、松江シティがいて、サルコスがいるっていうねいや正直楽しいカードだよ松江は。面白いですね、松江ラウンド面白いですね。なんかちょっと新松江ラウンド行くことを決めましたので、あらまあ、皆さんお伝えします私は松江ラウンドに行きますっていうはい、まあ、私は松江ラウンド、じゃあお京都の話はここにして、はい、3位になった、いわき FC の、はい、田村雄三監督にも試合後、まあ、田村監督勝利で終わりましたねというインタビューしてるので、はい、ぜひお聞きください。どうぞ。なるほど。まあ3位と結果を残せたっていう言い方がいいのかわからないですけれども、まあ今まで戦った4戦と今日は全く別のチームだったなっていうふうに思ってます。どういったところが
もともとこういうふうにあのチームを作ってきたつもりだったんですけど、まあ、ちょっと、まあ、僕の言葉だったり、まあ、選手は一生懸命やったんですけれども、僕の言葉だったり選手の感じ方だったりとか、まあ、プレッシャーの受け方、プレッシャーってあの相手から来るプレッシャーではなくて、この大会に臨むプレッシャーだったりとか、そういうのをちょっとここに、選手がちょっと過度に感じすぎて、ちょっと慣れてなかったのかなっていうふうに思います。今日も来たら多くのサポーターの方が来られたと思うんですけど、改めてそれに対するアプローチを。まあ、そうですね、この大会通じて本当にいわき FC のサポーターが一番多かったと思いますし、最後まで応援してくれたのは本当に選手の力になりましたし、まあ、本当にこういうふうに、まあ、結果的に優勝できたら一番良かったんですけれども、まあ、3位という結果で、まあ、最後ここにメンバー外の選手までここにしっかりメダルを、まあ、色はあんまりいいかも分かんないですけどかけれたっていうのは本当に皆さんの声援のおかげだと思ってますし、選手も本当に一生懸命やったし、サポーターの声もすごく出てたし、まあ、そういう意味では優勝できるようなシナリオ雰囲気はあったんだけれども、それを持っていけなかったっていう部分では、まあ、僕に課題があるのかなと思います。はい、そういうことでね、はい、オクロック鹿島スタジオに流れるワンオクが表彰式が終わった後の爆音のワンオクがよ、 BGM がうるさい、あんなところにメディアボードを作る僕らに怒られても、ね、困りますよっていうね。いえ、まあまあ、まあ、そこはねしょうがない、マスクうるさいぞって言われてますけどね、はい、おいさあ俺今日見ましょう。以上3位4位はこういうことになりましたと、うん、で残すは鹿島スタジアム決勝が、うん、これですね、松江シティ対、うん、FC カリアなんですけど、まあ、さっき松江の試合準々決勝見ましたよね、うん、で準決勝は多分特番の時に準決勝はレポートしたんですけど、はいはいはい、準決勝が終わった後に松江の田中監督にインタビューしてるんです私、うん、なるほど、明日決勝ですがいかがですかって話を聞いてます、はい、でそのインタビューからの決勝キックオフを見てください。動画ですね、ちょい長めですけど、はい、はい、で試合後の、カリアのブラジル人の監督のインタビュー出ました、そこまで全部込み、うわーこれちょっと面白い、試合前になるほど、松江の田中監督、はい、試合後に、カリアの監督、両監督からこの前者や、この止血に向けてみたいな話をワンセットで聞いてますから、はい、ぜひお楽しみください。重厚です、動画お願いします。まずは決勝進出が決まったわけですけれども、はい、ここ4連戦戦って のここまで走れるんだっていうのは結構見てて驚いたんですけれども。あ、そうですか、はい、それはありがたいですね、選手たちが日頃のね結果を出してるんじゃないかなと思いますけど、それほど大きくそのローテーションはしてないんでしょうか今大会は。ローテーションしたいんですけど、ローテーションをするような選手たちがたくさんいるわけじゃないので、はい、まあ、そうは言いながらも、地域決勝リーグの3連戦があるわけだから、はい、3戦はやらせなきゃいけないなという考え方と、うんうん、でまあ、その後の上に上がったとしても準決勝です、ね、はい、に勝ち上がったとしても、まあ、あまり変な形でね、嫌な形で負けるっていうのもよろしくない、はい、であとはどこかちょっといじって、うん、となると、まあ、うちの選手の場合だとなかなかそのバックアッププレーヤーの充実っていう意味では少し足りない、うん、そこで、まあ、どうしても 2,3 人になってしまう、うん、まあ、怪我人も何人かいるんで、ね、まあ、ここがね、こんな言い方しちゃ失礼なんですけど、やっぱりこの、まあ、福島さんもそうでしょうけど、いろんな意味で次のカテゴリーに行きたいと思っているのであれば、ここはあんまり関係ないですよね。勝ったからどうなるわけでもないし、まあ、もちろん特に出場権取れてないチームはね、可能性がある。我々は去年もそうだったんですよ。そうですね、チャンピオンとしてはというんですよね。そういうことですね。だからそれやったんですけど、去年もそれやってつけてたけど、やっぱりちょっとコンディションとかね、なかなかうまくいかないと思うし、でもまあそんなことより、うん、今いる選手の中でやれることをやろうと、うん、やれる選手で戦うってことですね。それは選手たちも分かってるし、今日の相手いわきなんですけども、はい、まあ、フィジカルの強さ、スピードっていうところで、それにどう対応していくという今日プランで臨んだんでしょうか。
ていうかそのフィジカル対策とかそういうのはなくて、うん、別に我々は我々の自分たちのスタイルでボールを浮かしてしっかりこう攻めると、うん、切り替えを早くして奪った後また縦に早く出てその繰り返しだけだし特に岩城さんを意識してこういうことじゃなくて自分たちのやり方で、うん、で勝とうという。それはすみません中国リーグを通してもこの中国リーグというよりかは僕は、3年目になりますけどもう1年目からずっと少しずつ少しずつこう積み上げてきて、うん、でまだまだ足りないところたくさんあるんですけど、まあ、あの宮城さんもどちらかというとしっかり、強さ速さボールをしっかり、握るというかねそのサッカーを目指しているんでしょうけどボールの握り方とかいうのはうちの方が全然うまいと思うしそこで勝負しようとやっぱりストロングポイントはそこなんでねだからといって本当にキシフィギュアが強いかどうかっていうとそんなに逆に動けないしうちの方が動けるしじゃあ何だろうなっていうのもあるしいざ対戦してみればそうですねで逆にそういうことはあんまり気にせずに、まあ、自分たちのスタイルというか、うんやり方で、ね、やることの方が大事だと思うし、まあ、地域のリーグのチームっていうのはやっぱり上を目指してるけど自分たちのスタイルっていうのを作り上げないとダメだと思うし、あの決勝鹿島スタジアムでできるっていうのは何かやっぱりすごくモチベーションアップにつながりますか？僕は何もないですけど別に鹿島だろうから選手はどうですか？どうなんでしょうね選手に聞いてみたら、ね、あんまりこうだからどうしたの？どこの場所だろうなやることは同じだし、そこにじゃあ4万か6万の観衆が入ってくれるんやったら、ああ、それはやりたいねとは思うけど、ねえ、たかだか100人か200人がしか来ないね、水曜日のね、昼ですね、それをだからどうこうっていうのはない、ただ選手たちはやっぱり、鹿島のスタジアムでやることはね、あまりないだろう。芝の室内はなかなかこう普段の試合では味わえない、なんですか、その。環境というんですか、ね、まあ選手たちは嬉しいじゃないですか。ですよね、全然別にここでもいいし。島さんのよ。さあ川島ですよ。いいですね。あのそれこそドラゴンを止めるなのアングルや。これ見てブラジル人のフィジコ。もう俺今大会で電車で超気に入った。この練習メニューすごいっす。あの。沖縄 SI の高原さんの練習メニューもすげえなと思ったけど、うん、やっぱりベイガ監督が連れてくる全員だって、うん、フィジコ、コペイロ、ワンチームなの、うん、もうブラジルのクラブからずっと使ってる連中がワンセットで来て、うん、あのね、モチベーターね、やっぱね、エスペランサのオルテガ監督もあの思ったけど、うまいですよね。もういいショットだな。いいショット。というわけで、試合選手入場と、ね、ベイガさん喋らなかったら超怖いですからね。でも喜んだら超可愛いですからね。でもあの PK 勝った後のあのうわーってね喜び方ね、喜怒哀楽がね、そうそうそう、やっぱ爆発する。いいブラジル人の監督らしいなっていうのがね。ブラジルだから。さあ前半キックオフです。試合結果はもう皆さんご存知のようにね、全部で5点入るゲームなんですよ。なるほど。あ、カリア、あ、そういう布陣なんだ。よく見えますね。やっぱり、ね、鹿島のスタジアムは見やすい。いいスタジアムだな。すごいなこれ。ワールドカップスタジアムですよ。鹿島って書いてあるね。発音はそうかわかんないですけどね。いや、まあ、そのさあ、あの、ま、松江ですよ。いや、うん、読まれへんかったか、キーパー。ちょっと重心持ってかれましたね。宮内？違うか。左サイドバックの上だ。さあ、まず松江が先制します。このゲームは全部で5点入るゲームですから。前半ね、ちょっとやっぱカリアはね、硬かったですね。うん、でもこういうところなんですよ。かっさらえるんですよね。で、すぐですよ。打ってきますよ。松江これ多かった。2-0。今大会あのかっさらい。取ってからは早いですね、フィニッシュまで。さあ 0-2 で一見、ここ注目です。はい、これゴールキーパーが1回前ボールからボール転がしてもう1回やったら、ここに選手と絡んで足が引っかかり、うん、そしてここでファールを取られるキーパーが、
なるほど。いいですね。いいですね。笛で止めます。相談してますよ、ずっと。まずだったらどこ蹴るみたいな、みんな考えるでしょ。ドニアでしょ、もうドニア。って思う。さあ、どこでしょう。これは関節です。ちょんってやっ直接じゃないです。関節フリーキックのファウルです。どっかに当てるか、まあ合わせるか。そうですね。いやー、宮内、いやらしいとこんな。動かして。ほらオンゴールです。宮内さんの左の足当たってるんで。いやまあ、あれはしょうがないです。カバーで当たっちゃった。ね、さあ、これで 2-1 です。いや宮内選手って本当なんかいろんな意味でこうスポットライトが必ず当たるスター性がすごいんですよ。さあ 2-1 でまだ前半ですよ。うん、これね、仮あの松江のペースになるかなと思っちゃったんですよ、 0-2 で、うん、ここからこれがオシャレパス。いやー素晴らしい。オシャレパスのオシャレトラップ、オシャレループ、もうプロフェクト。なんなんそのオシャレ3点セット。いやこれはしびれました。うおーって思わず見てて僕も声出してた。という感じで確かに前半のうちに2で追いつきます。なるほど、うん、あいいやらしい位置へのロングパスで、この後ですね試合80分間、はい、膠着状態が続くんです。なるほどね。でね、もう一方的にあのボールをあの保持するというか、はい、ボールを動かし人が動く松江、後半もうひたすらです攻めます、はい、でカリアは、もうカウンターのみって感じですね。なるほど。そういう展開で後半が40分進んでいくんですよ。でもう 2-2 で、うん、あこれ PK 戦に行くなと、うん、延長戦ないですから、はい、と思った最後80分アディショナルタイム突入してから、あーイボル、いやなんか松江じゃないあのカリアか、でもね、あそこは浮かそうっていうのがおしゃれロブが止まんないですね。で思った以上に松江シティのディフェンスラインが上げてないんですよね。アルティスタの時とも全然違う。ここがなんかラインが高かったのが松江のいいところの印象だったんですけど、ね、現地で見ててちょっと上から見たりピッチ降りたり見てたんですけど、うん、もうカリアのね選手の一人一人のねあのギャップっていうか、はいはいはい、あれがかなり広がっちゃってて、なるほど、ね、後半はね広げられちゃったって感じですよね。この寄せるのが大変なの、宮内のこの位置、このペースですよ、ずっと。本来だったらかぶってんすよ。ひたすら40分間こんな感じですよ、ね、うん、見てください。あートラップしちゃった。それでも入る。これが3点目と。なるほど。これでこれ80分のアディショナルに入ってる時なんで、まあ劇的な、なるほどね、決勝ゴールとか優勝を決めるね、うん、ゴールを決めました。これでまあ、もうほどなく試合終了、うん、試合終了の瞬間は松江のベンチ側から撮りました。これ多分最後、これもうベイガ監督ですよね。ベイガさんは、はい、コーチャーズエリアギリギリいっぱい、ね、まあ、入れろ入れろと最後に言ってましたけど、安定の勝利と。さあこの後カリアの監督のインタビュー、ベイガじっくり聞いてください。このブラジル監督はどう思ったか、日本人のサッカーを。カリア、ベイガ監督の試合後のインタビュー、試合の全体の感想を教えてください。Primeiramente, parabéns, né, por ter chegado na final. Foi um jogo bom. Qual seria a sua palavra sobre o jogo hoje? Foi um jogo. Os jogadores estavam muito desgastados, duas equipes, né? Mas nossa equipe teve um momento. Teve sobre reagir, teve um momento bom no jogo, teve chance de definir o jogo. Mas foram mais felizes e fizeram aquele gol no final, né? Que não dava mais tempo de reação.両方ともの チームがですね、まあ、疲れはあったと思いますし、で、まあ、最後まで、ね、戦ってくれて、まあ、逆転をしたところで、うちのチームは良かったんですけど、まあ、やっぱりまあ向こうに、ね、まあ、ちょっと運が良くて、ちょっとね、まあ、ゴールを決めれたんですけれども。この試合に向けて、ファイナルに向けてのメッセージは何ですか、選手に。Né, do jogo, né, quando você for passar para os titulares, que mensagem que você passou para eles? Que tinha que lutar muito, né, ganhar o jogo e saber das condições de cada um, do cansaço, do desgaste, mas que eles tinham que fazer o máximo possível para procurar fazer as coisas que a gente trabalha até agora.
そうですね、まあ、最後まで戦って、まあ、全力を、ね、出し切って、もちろん疲れてるところは分かるんだけれども、まあ、全力を出し切るようにという試合しました。またこう前者となると違うリーグのチャンピオンが出てきて、東海リーグとは違 う, こう強いチームと戦うというのはこう5日間通して感じたことがありますか。はい、ご覧になっているプレミアラプレミアカンピオンナットに非常に東海、ね、中津の中津の鈴鹿のフィナル、ね、はい、コンビでプレゼンスですカンピオンナットに来ているのは、じゃあ、フィオトラ・ヒジオン、フィオトラ・スリッション、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 Foi bom, né, para a gente ver o nível dos clubes que a gente vai disputar agora na outra fase. E deu para ver que é uma qualidade boa também, um nível bom. E a gente tem que se preparar para chegar aqui e fazer a nossa parte na próxima fase. そうですね、まあ、他のチームが見れてね、まあ、どういうレベルだとか技術だとか、ね、強いチームもあればっていう形で見させてもらいまして、今度の、大会に向けての、まあ、準備にはなりました。までのこの5部のリーグの日本人の選手のスキルを見て発見、驚き、何かありましたか。カリア以外の選手を見て、Tirando os jogadores de Caria, né? São cinco regiões, né? Desde o Hokkaido até a Kyushu, que é a parte de baixo, né? Você vendo assim, a técnica dos jogadores, né? O que te impressionou dos jogadores? É claro que nos primeiros jogos é para ver, né? A técnica, depois com o desgaste já diminuiu um pouco, né? Isso prejudicou muito eles. Mas os primeiros jogos a gente viu a qualidade de vários clubes, a qualidade boa. E a técnica muito boa também, principalmente a parte tática também. E claro que depois do terceiro jogo em diante já não tinha mais assim a condição física ideal de todos os jogadores. そうですね、まあ、初めいろいろと、ね、見させていただいて、まあ、技術の面ですとかいろいろあったんですけれども、やっぱり3日経ってしまうとやっぱり、まあ、疲れも出てきまして、まあ、いろいろと選手たちも疲れたりとかしてたんですけれども、まあ、いろんなこう技術が見れてよかったなということです。特に目についたチーム Qual seria teria algum time assim, especial que você se impressionou? Um jogador? Eu vi um time da universidade, eu não sei dizer o nome do clube, que me gostei muito e foi eliminado antes por esse time de jogador. Você vai jogar? きのうですね、ちょっと名前は忘れちゃったんですけれども、きのう対戦となったチームですね、そのチームが負けて、この今、対戦相手が上がったんですけれども、京都そうですね、はい、まあ、そのチームが、すごい技術的には良かったなと思います。また11月に向けては、どういうことを準備でやっていきたいと思います。Né? Agora nós conseguimos a colocação, né, para o próximo do campeonato, para novembro no caso, né? Qual que seria a preparação para os jogadores para isso? A gente fez um planejamento, né? Agora tem 3 dias de descanso para recuperar das lesões, quem está machucado, e já começamos no quarto dia já a preparação, com uma semana bem trabalhada de manutenção e também fazendo uma mistura no próximo sábado. まあ、ちょっとね、今いろいろプランニングをして、で、まあ、今週、今日からですね、まあ、3日間、まあ、選手、まあ、負傷したりですとかね、いろいろありますので、それを回復に持ってってもらって、その4日目から練習してですね、で、今度の週末に練習試合が控えますので、まあ、それでちょっといろいろと準備したいなと思います。分かりました。ありがとうございます。ブリッこと何笑ってたんですか、もうあの後ろでビチャ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 、あのね、クーラーボックス、アイスボックスバーッ捨ててるその音か、早くみんなバスに乗って帰んなきゃみたいなさ、こうああいうエリアなんですよね。いや、ベイガ監督はどうぞどうぞ、この通訳の人を全面に信頼してるっていう感じがめちゃくちゃ伝わってくる。いや、あとそのこの通訳の人めっちゃ優秀、マジで優秀。いや、あんでだけブラジル版ポルトガル語をなんていうんですかね、噛み砕いて、説明する人ってあんまいないですから、ね、言葉を足してるんじゃないんですよ。参謀長の今日の試合どうでしたかを、今日の試合、でも決勝だけの試合だっていうふうにすぐ理解して、でそれをフィナーをつけたからね。いや、すごい。カリアに、まあ、そのベイガー魂が浸透している。いや、そのフィジコ、通訳、ホペイロ含めて4人、5人のチーム、はい、いや、すげえメンツ揃えてるわっていうのが僕がこうベンチ裏で見てても、すげえ、いや、もう日渡し軍以来のちょっと衝撃が僕の中でありましたね。すげえよ。いい、なんかさ、ちょっとまあ大会総括っぽい話になっちゃうけど、
アルゼンチンの監督がいてさそうっすね、ユーゴスラビアの監督がいてさ、はい、ブラジル人がいてさ、そうそう、ね、多様、すごいよね。いやー、電車ってやっぱワールドカップだなって、その、あ、うんうん、まあ、高原さんもそうなんだけど、はい、試合前の練習とかから全部見てると本当にみんな、ね、日本のサッカーこれだけこう味わい深くこんだけ地域リーグに広がってるのかっていうのはすげえなと思って、でしかもそのベイガが褒めたのが起こしやすですからね。そうそうそう、それが面白いんすよ。名前忘れちゃったって言って、昨日のっていうから、俺が京都ですかっつったら、ああそうそう京都ってか、その三欠でやってた、はい、ね、あのチームの選手はかなり、なんかやっぱその関西に根付くなんとない南米魂感あの関東のチームのなんていうんですかね、この出来上がった感じよりも技術がこう先行してちょっと来るような感じ、いやすげえわかるわと思って、いやベイがいいね上からで申し訳ないけど、このベイがいい、5日間を通して僕はベイガさんも好きになったし、まあオルテガさんも好きになったし、素敵、いやもうでもね、オルテガ愛がもう僕はもうすごいですから、ね、でまあ優勝した松江の、はい、監督にはお話、実はですね、こう鹿島スタジアムの後はちょっと聞けない。なるほど。なんてかというと、急いで羽田空港に帰らないといけないからね。すぐ飛行機のないと松江に帰れないという事情があって、あの前日のうちから、すみませんと試合後はちょっとすみませんって言われたんで、はいはいはい、大丈夫ですと。はい、もう、サムちゃんも前日のうちにがっつり取ったんで、ね、はい、今日さっきの V の頭に出したのは、はい、ほんの序の口のインタビューでですね。なるほど。あの前日の準決勝後の田中監督のインタビューってですね、ものすごい話を聞いたので、これは来週やります。いやもうその持ち越し、インタビューは宇都宮哲一先生に大感謝ですね。もうそうね、哲一さんと私で2人でずっと田中監督に、この5部リーグとは何か、うん、J3 と JFL と地域リーグの差はどこに行ってあるのか、はい、うん、もうほとんどもう前者とかチケットとかの話からどんどん外れて、はい、日本サッカー界をこれからどうしたらいいかみたいな話も聞いたんですよ。なるほど。だから優勝した、まあ、松江の監督のインタビューとしては、まあ、はい、まあ、来週ちょっと、うん、やりたいと思うし、はい、まだ積み残してるインタビューいっぱいあって、はい、そう、いや俺のエスペランサ特集もやりますからね、まあ、エスペランサ特集も俺のエスペランサだもんエスペランサは1回戦待てて、ね、1回戦と2回戦を取材したので、はい、それをまとめてやるんでしょ、はい、1本で、ね、まとめてやります、はい、これから作るっていうね。いやもう作りますよ。来週やりますエスペランサも。おっす、ね、やりますよ。でまだ積み残しあります、はい、この決勝が終わった後に刈谷の選手に2人インタビューしてます、うん、出ました刈谷の選手ちょっと気になるわ。これがまたいい。あ、いい。いい。やっぱりね、あの前者に出た選手じゃなきゃ語れないコメントが出た。特に月曜日の PK 戦にもつれましたよね、あの 0-0。ああ、あの PK を蹴る時の気持ちはどうだったのか。はい、だってあれで止血に出れるか出れないか決まっちゃう PK じゃない。そうなんですよね。それをインタビュー取りました。それも来週やります、はい、かなり積み残しが多いんですけど、うん、まだまだ私たちが5日間、6日間、うん、密着した前者にいたクラブや選手、チーム関係者、まだまだ出してないものいっぱいあるんで、うん、ウーバーのテクニカルディレクターの岸野さんのインタビューも残ってます。積み残しで出します、はい、いやもうほんまに積み残しまくってますね。もうなぜ来週やるかというと来週やっとかないとチケットチャンピオンズリーグ始まっちゃうからもう来週は絶対やろうっていうね。始まっちゃう、始まっちゃう。でもう一回すいません、はい、10人会場振り分け、優勝した松江さん工藤陽ですが、はい、おこしやすと、ね、ウーバーとサウルコスです、はい、そして準優勝の刈谷は、うん、今日電話に出ていただいた十勝さん、はい、電話に出ていたブランデューさん、はい、そして高知ユナイテッド、うん、この西村 GM がね、そうですね、インタビュー我々にも出てもらった。まあこうして見るとですね、はい、もうどのラウンドも見応えがあるというかね、楽しみですね。もう正直電話してしまったがゆえに、うん、もう僕はスカイアースとブランディも好きになっちゃってますから。そうですね。あと刈谷も ね、でベイガ監督がねどうしよう、1位しか突破できないよ、ね、いやどこ負けてもちょっと嫌やし、どこ勝っても嬉しいの難しいわ。これ松田さんも初めて味わうでしょ、こういう楽しいなと思って11月にこの電車を通したからこそ、これがまた見方が、いやこのじんわり楽しい感はやっぱその地域リーグならではなんですね。ね、
ソリッドな感じはしないけど、じわじわ楽しいですね。はい、いやほんまにほんまに。シリガル。そういうことで。誰がシリガルやねん。そう、すぐ好きになっちゃう。そう、すぐ好きになっちゃうからね。もうね、会う人会う人すぐ好きになっちゃうね。チャラいね。でも、いやでも今のところ僕ここ心のエスペランスだからもう。なんで来週も、来週も地域チャンピオンズリーグに向けて、はい、をテーマに、あのこの前者でいろんなお話を聞いた方たちにね、はい、うん、動画レポートでやりたいと思います、はい、ということで以上本日の前者総集編特集はこれで終了。あざーす。いやーいっぱいありましたね。さあもうエンディングです。おさあ、画像出してください。パッ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 エンディングボタンよりパッパッベストボールなんとか、はい、お便りコーナー行く。皆さん、今週の第32回はですね、前者特集にどうしても時間を割きたかったので、川柳のコーナーお休みです。川柳スキップ。そして、よかった、何も考えなくていい。投稿メールもたくさんいただいてますが、今日は、するというかお休みさせていただいて、来週するしないですよ、来週まとめて10月いただいたのをドドドドッと出します。はい、そして、はい、この今月のプレゼントユニも、来週発表します。安倍ちゃん、安倍ちゃん来週発表するんで、今日も、あ、今日は川柳もお休みで、はい、投稿メールもお休みでお休みさせていただきます。この画面ではだからあの募集は、メールで、はい、11月も募集しておりますので、ね、SHUAKE11@gmail.com、はい、来週の月曜日放送よければくで、送るんです、はい、ツイッターで前者の予想大会をツイッターでハッシュタグつけてたんですよね、はい、何でしたっけ、週明け何、週明け前者予想、茨城4連単、週明け茨城前者予想、前者予想もうね、みんなの代わりに言いますね、ハッシュタグちょっと長ないちょっと思ってたよ、うん、まあそれをね、予想4連単をね、はい、やってたのは、1位から4位まで全部当てなきゃいけないというルールだったらしいんですけど、はい、残念ながら0名です、うん、ただ4チームのうち3つ当てた方がいたので、今口頭で言います、ケッチさん、ケッチさん素晴らしい、すげえ、唯一1人、え、逆に外した1チームがどこだったのかちょっと気になるぐらい、どこだったっけ、浅間以外、浅間を入れてた、浅間がこの、浅間が入ってた、入ってた、あ、どこ、京都を入れてなかった、どっか入れてなかった、まあ、とにかく、あ、いわきかな、まあ、とにかく、この松江を入れてなかったの、ベスト4に残ったうちの3つ当ててるんですから、すごいですね、いや、すごいわ、ただ、あの、全問正解じゃないので、あの、特に商品が出ないっていう、ただ、お名前だけ紹介でね、はい、おめでとうございます。ケチさん、さすがっす、はい。さあ、ということで、以上、投稿メールの募集のページ終わりで、さあ、今週末の話をしましょう。試合予定お願いします。J リーグから。えい。もうエンディングです。はい。巻くな巻くな。はい。今週末どうぞ松田さん。水曜日。J1、フロンターレ対柏。はい。おしそう。あとね、あの鹿島対セレッソ。おしそう。じゃ鹿島アントラーズを本当みんな応援しないと ACL に日本のチームが優勝するっていうのは結構大事な話だからね。はい、ちょっと、はい、あのご協力いただいて、鹿島水曜日リーグ戦やってちゃん、あの ACL だ、そうです、だから、うん、あのセレッソ以外はあのみんなあのちょっと鹿島を気にしていただいて、なるほど、セレッソだけはガチンコでぶつぶつに行っていただいて、あれ、まあ、でもね、金曜日、土曜日、日曜日とこのようなカードで、まあ、J1 も終盤なんで、はい、あと3試合、4試合でしょ、そうですね、はい、ということで、じゃあ次 J2 行きましょう、札幌仙台もちょっと面白そうですね、はい、札幌 J2 行きましょう、はい、J2 ドーン、松本行くんですか、行きます、これです、松本のホームゲーム、ある意味東京のベルディと、あ、ベルディだ、おみどりダービーで、おーおーだってベルディだってプレーオフの結構重要な、そうです、そうです、可能性ありますから、そうなんです、まさに6ポイントでしょ、この試合は、はい、そこにちょっとたまたま行くんだよね、でしかもあの前日泊で行ってフットサルしようぜっていうのを今呼びかけてる、行ってらっしゃい、山形のサポーターとフットサルしようかなって、行ってらっしゃい、そう全然集まってないさあ、3日4日がこんな感じで、はい、J3 もありますということで、はい、琉球はどこでやるんですか、琉球、はい、琉球は群馬と、はい、以上です。はい、J3 終わり。さあ次、JFL。うん。優勝、完全優勝を成し遂げた仙台 FC は、はい、おっと、バンラーレですよ。バンラーレすごいね。バンラーレ、高校、ちょっと結構。年間1位対年間2位でしょ、ですよね。年間2位。はい。
いや、なんとなく勝っといた方がいいやつだな。東北の青森に、ま、遠征するのがビアティン三重。あ、はい、こんな感じです。丸安対奈良、これは近いですね。奈良の愛知対奈良は近いですよ。モチベーション大変だな。さあ以上8カードです。はい、お近くの、あと宮崎ホンダロック対テゲバジャーロ。出ました出ました、角町ダービー。宮崎ダービー、角町といえば新しいスタジアム候補地、角町、角町、角町。さあ JFL 以上終わりです。東北リーグの未消化はあとはこれですね、富士クラブが一部やります。はい、次2部、北、これ最終節ですね。出ました、いよいよ猿田か大宮かですね。これでだって TDK は前節、2日合わせて12得点バーサス猿田工業ですからね。そうですね、来ました。これ天王山ページがあるんですね。じゃじゃん、はい、松田さん、じゃ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 、ほぼ猿田優勝する。ざっくり言うとね、まあ、そうなるでしょ。これ勝たなきゃいけないってことでしょ。はい、うん、猿田は引き分けだと、うん、ひっくり返されるから、ね、まあ、勝てばいい、うん、引き分け、まあまあ有利ですね、うん、まあ、得失点差だからね、これね、勝ち点並んでるからね、はい、うん、いやで意外と2部の方の FC 岐阜セカンドはなんかあるかもしれないですね、東海の2部の、そうですね、隣のページのね、うん、引き分け FC 岐阜セカンドが試合する方だから、はい、引き分け以下だと中京大学が優勝。俺なんか中京大ポコッとなんか取り漏らすんじゃないのかな的な。いや中京大はもう試合終わってんの。あ、終わってんの。あ、そういうことか。FC 岐阜セカンドだけがやるって。あ、じゃあもう絶対行くよ。FC 岐阜セカンド多分。勝ちは優勝で。あ、勝ちます。はい、勝ちます。はい、じゃあ、はい、天王山終了。さあ次は北が終わったからどうですか、はい。もうないですか。未消化地域リーグ終わりですか。カップ戦の紹介ですか。うん。はい。新しく始まる感謝とか北信越の参入戦をやってる最中なので、その試合結果、あ、試合予定ですね。いやもう本当ね、週明けのこのエンディングで毎回思うのはサッカーやりすぎ、すごいサッカーする。はい、画面が出るまでお待ちください。さあこれがもう何週間前からこのページずっと出してますけど、来年の地域リーグに上がってくるために今都道府県のチャンピオンが参入する大会。こんなにあるのね。で北海道は終わりました、はい、東北リーグはやりません、はい、そして関東リーグがこの週末11月3、4から始まります。これ後で、はい、試合予定表を見せます。で北信越ももう始まってます、うん、はい、随分何節か進んでますと。あと東海以下はまだ発表されてなかったり始まってなかったりなんで、先に北信越からいきましょうか、うん、北信越は第4節か3節じゃないですか。来年北信越2部に上がってくるのはどこだっていうのを決めてますよ、出してください。はい、3節の結果が終わってました。いやもうやっぱテイヘンズが上位に来るっていうのが大事ですよね。でもテイヘンズは14対2で負けてますからね、はい、だよ名前通りになっちゃダメだよ。ということは今新潟医療福祉大学が、首位っていうか、もうだいぶこれは得失点差も含めて、うん、もう逃げ切っちゃいますね。これはね、次節で決まっちゃうんじゃないかぐらいの感じじゃないですか。ダメ、もうマッセロナ厳しい。次節多分マッセロナ厳しい。おわらサッカークラブとやるんでしょ。これで決めるんじゃないですか、来季の昇格を、うん、2チームでしたっけ、北信越2部って1チームだけ昇格。浅間様とかでした。浅間次第自動に上がるのは2チーム、今のところ今のところ2ですって。なるほど。じゃあサウルコスとかアルティスタがじゃあマッセロナに行くかどうかは、マッセロナ勝てば11月4日、ね、はい、あり得る。これもあのチャンピオンズリーグの北信越から出てる2チームの試合結果によって、あの1部2部のね、北信越の残留とかこの昇格のクラブ数とかね、最後に決まるのは全部玉突き後なんでね、はい、さあこんな感じで、北信越の参入戦はやってます、チャレンジリーグやってますということで、はい、はい、お近くの方が見に行ける人は行ってみてはいかがでしょうかと。まあ松田君見に行けんじゃん、これアルウィン行くんだったら。あ、もうそうだ、松商学園のグラウンドとか行けるよ。そうだ、行ってこいよ。松セロナ行ってこいよ。行ってこいですよ。行ってこいよ。アルウィンより松セロナ行ってきてください。てめえら気軽に言うな。あの岸野さんが監督やってたら行ってこいよ。じゃあ今日行きますわ。潤沢な資金は持ってねえよ。カツカツでやってない。さあ、カツセロナ。関東リーグ、関東リーグのカツセロナ。関東社会人のサッカー大会、これはあの来季関東2部に上がるためのトーナメントが始まります、はい、先に決勝だけ言っちゃいます。11月の18日、うん、アジスタ西というのは調布にある方のアジスタ西っていうやつです、うん、調布の方ですか、決勝は、
で、1回戦左からと上に南葛がいますね。東リーグの南葛ね。来ました、松田君でも知ってるチームあとなんだ。何知ってる？ザスパクサスチャレンジャーズ、ね。チャレンジャーズだね。いや、それはわかりますよ。はい、あと品川 CC も知ってるね。あの、はい、あのプレゼントするって、ね。はい。準決勝行くんですか。そうですか。品川 CC 応援。応援のバイトに。オッケーオッケー。あれ鹿島爽やか FC は僕が知ってる爽やかかな。茨城の鹿島。はい。爽やか FC っていう。よう名前聞きます。茨城県リーグにいるんです。はい。あ、そうなの。ああ、そう、いや、じゃあこういう表ですけどね、また野球風のこのね、はい、どこが上がるかなっていうね、かつて関東2部にいたチームもいるんでね、はい、ここにはね、東地田なんていうのはね、東方地田2部なんていうのはずっと関東リーグにいた。 JSL2 部ですか？ JSL2 部昔ね、そうそうそう、いわゆる今でいう JFL の2部があった時代が。地田ニウムを未だに取り扱ってるんだよ、すごい。神奈川県の社会人チームとしてはかなりのなかなかの素材を取り扱ってるから。あ、アルマレッツァ、アルマレッツァってご存知？アルマレッツァ今知ってる。これ別名というか、はい、あの類似というか選手がクロスオーバーしてるんですけど、自衛隊サッカーの第三補給場の選手がアルマレッツァに、はい、所属しているので、うんうん、はい、埼玉県リーグを戦いながら、はい、第三補給所で、そうですよね、ぜあのあれは自衛隊サッカー出てるんで、うん、それが1回戦でザスパのセカンドチームうわぁ、ガチやな。なるほどね、はい、まあ、こんな感じになっておりますと、来週のね、今週末ですからね、はい、来週の放送の時にはこの1回戦の模様をちょっと、うん、お伝えできたらなと思います。はい、ちなみに東京会場は東京会場日動だったっけ？あの保険、それです。ああ、保険屋さん、はい、保険屋さんのチーム、はい、すごい。じゃあもうちゃんとディフェンスは保険かけて抜かれても大丈夫。あの、ね、トリーグにもいるよ、ね。トリーグにも東京会場あるよ、ね。はい。トリーグにも東京会場って。その東京会場、うん。でもこれ埼玉県って書いてあるんだけど。埼玉県5位の東京会場。間違ってますか？誤植ですか？これね、東京3位。東京3位、はい、失礼、間違いです。東京3位の東京海上フットボールクラブ、はい、こちらの画像の間違いです。東京海上フットボールクラブは埼玉県5位じゃありません、うん、すごいね。東京都リーグのチームでございます。大変失礼しました。はい、さあ以上、はい、トーナメント表終わり。ありがとうございます。さあこれで今回の32回はまた長い放送になりましたが、なりましたね。またなる。お付き合いいただきありがとうございます。316名もね見ていただいて、ああもう皆さんありがとうございます。長い番組になりましたが、はい、もうこの後もね、多分視聴数は伸びると思ってます。なぜかというと我々はメディアだからということで、最後にもねメディア宣言をして終わろうと思いますんで、はい、さあでは、はい、まずは締めてください。よろしくお願いします、はい、じゃあ、皆さんいつものやつで締めて終わりますので、本日もお付き合いいただきありがとうございました。それでは、重たい週明けの空気をサッカーでちょっと明るく、また来週明けお会いしましょう、週明けイレブンでございました。さあ33回まで皆さん健康にはお気をつけて。はい。